何本かあるんですね、はいはい、で中で心霊もののお蔵入りって僕2本ほど経験してて、2本1本目はその世界の怖い夜、はい、で、山里さん、はい、南海の、はい、山ちゃんで一人かくれんぼをやった回がある。おー、はい、でいろいろ一人かくれんぼをやってみたら、はい、いろんなことが起こったんですね、音が鳴るとか、ほう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 、そういうことが起こったんですけど、はい、それがまるまるお蔵入り、はい、なんですねこれがテレビの、はい、まあ本当にコンプラですね、はい、これすごく納得いかなかったんですけど、はい、当時は、はいはい、何を言われたんですか。誰かが真似をして、はい、本当になんかやばいことが起きた時どう責任取るんだと、一人かくれんぼを真似する恐れがあるとか、はいはい、真似して誰かが何か霊障が起きて、はい、例えば怪我、はいはいはい、もしくはもうね死に至ることもあるかもしれないから、でもそれは誰かの真似をして山里さんやってるわけですよね。そうです、そうです、そうなんですよ、もともとの趣旨でって言ったら。でこれ不思議なんですけど、はい、テレビってこっくりさんも扱えないですね。ああ、そうなんですね。こっくりさんもやっちゃダメ、はいはいはい、いわゆる高齢者と言われるものは NG、はいはい、そうなんですね。そのルールをちゃんと知らずに、はい、撮ってしまった。はい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 。でも南海の山ちゃんも人気者で、はい、抑えて、しかも撮れ高も面白かったんですよ。ちょっとみたいなことが。いや山里さんやったらめちゃくちゃ面白い映像になってますよね。ねえ、ですよ。あれはね本当にね出したいぐらいに、ね。なんていうのが1本目だったんですけど、はい、2本目は結構最近で、はいはい、一昨年、はい、去年かなの話ですけど。はいはい、横澤プロダクションって出た三軒茶屋の、はい、で、まあ某テレビ番組で行きまして、はい、インディアンスさんに行ってもらってスタジオと中継を結んで、はい、でそのこっちはこっちで収録している中で、はい、何かがあったら呼びかけてくださいっていうところだったんですけど、はい、突然途中でふわーっと呼びかけが入ってきて、はい、で皆さん出た出た出た、はい、何が出た、はい、白い手が出たと、はい、でキムさんが撮ってる映像を確認したら、はい、横澤プロのそのなんていうんですかね、こう階段状になっている棚みたいなところから、はい、手が出てきてるんですよ、はいはいはい、とんでもない映像が撮れたと、はいはい、がっつり出てる、がっつり、こんなにがっつり出てる映像、はいはい、手っぽいとかじゃないんですよね多分、はい、テレビ史上初だろうと、はい、いうような映像だったんですけど、はい、その部分が丸々カットになるという、うわーダメなんだ。これはもうその本番直前ですか、もうそれとも撮ってきて見せた段階でアウトなんですか。これがですね、はい、これはもうトップダウンがあって、はい、だからオンエアの2日前にダメになる、じゃあ3日前まではオンエアされること期待してましたよね、絶対オンエアするために作ってました、はい、そうですよね。でその判断というのが、はい、これなんか僕この話を何回かしてる時に、はいはい、あとまあそれこそスタジオに陣内さんがいて、はい、陣内さんもこれ話して、はい、ニューヨークも MC だったのに、はい、ニューヨークもこの、はい、みんながちょっとこうなんでだよってなって、はい、でこう巷で言われてるのが、はい、その本物はテレビで映せない、はい、じゃんっていうのを言われてるんですけど、はいはい、そんなことはないです。これなんでダメだったかっていうと、はい、はっきり映ってる、はい、でそのこれはもう上層部の判断ですけど、はい、はっきり映ってるっていうことは、はいはい、偽物なんじゃないか、はい、この手っていう、はあ、映ってる手は、はい、で偽物だとしたら誰かがやらせをやっている、はい、で制作陣がやってないとしたら、はい、じゃあ横澤プロダクションの方で何かやってるのかもしれない、はいはい、その裏は取れるのかと、はい、絶対に誰もやってねえぞっていう裏が取れるんだったら、はい、そこまでの検証をセットにするなら、はあ、なるほど、はいはいはい、映像解析するなり、はい、その現場行って現場にね、あの専門家、はい、工事業者とか連れて全部引っぺがしてみるなり、はい、裏の仕掛けがあるとかね、調べて、そういう検証をした上で出すならかだけど、はいはい、そんなこともせずに幽霊かもしれないと、はい、無責任なことを言って、はい、後から違いましたっていうわけにはいかないぞと。はあ、なるほど。そう言われれば、はい、まあね。とは言ってますけど。でも2日前ですもんね。悔しいな。悔しいですよね。でもまあ
今のテレビの要は自主規制というか、はい、これが本物であると確信を持てるなら出せるんです逆に、はい、本当に幽霊だと、はい、なるほど、はい、しっかりそこまで裏を取って、ただこんだけ映ってるの今まで見たことないよね、うん、と、はい、っていうことは嘘なんじゃないかっていう理論、うん、で深い理論お蔵入りになったと、なるほどね、いうのが僕の心霊のお蔵入りに、はい、お蔵入りにで、もう一つお蔵入りが、はい、これは心霊とちょっと離れるんですけど、はい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 、これまあ YouTube 的にありかどうかご判断ください、終わりました、はい、結構ピリッとした話なんで、はい、私の見た未来という、はい、辰木亮さんのはい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 、有名な漫画ですね、はい、2025年 7月に大災難が起こる、はい、っていうので僕辰木さんに会って取材したんですね、はいはい、でその時にまあ夢ノートっていうのを見せてもらって、はいはい、でそこの中に書かれてるのが、はい、まあフィリピン海沖で何やら爆発的なものが起きて、はい、で横浜とかで津波が来るという夢を見た、はいはいはい、でこれは南海トラフなんじゃないか、ちょっとずれるんですけどね、なるほど、フィリピン海なの、はい、南海トラフなんじゃないかみたいな話もあって、はい、でテレビ番組で僕取材してるんで、はいはい、それこそじゃあこの可能性、はい、いろいろあるのかということで、まあ、関西のある大学、はい、地学の先生に、はいはい、見解を聞きに行ったんです、ね、はい、そしたら2025年7月までには絶対に起こると、はい、方がおっしゃってるんですか、でその先生、大学の先生曰く、はいはいはい、大阪万博できないよって言うんですよ、え、だって地震来ちゃうから、言い切ってるんですか、その言い切ってるんです、これ必ず来ると、それが明日になるのか、はあ、2025年の7月になるのかは分からないけど、はい、2025年の7月までには来るって言い切った、言い切ってるんですか、でそれはもうすごいこと聞いて面白いと思って、はいはいはい、編集したんですけど、はいはい、あまりにも、はい、それそこらの占い師が言ってるなら、はいはい、こんな言い方もどうかと思うんですけど、メ、まあまあ、ダルも発見、アタルも発見、はい、そういう、ね、言葉ありますもんね、いいんですけど、はい、地学の大学の先生、はい、先生が言ったというのは、はい、オンエアできないと、うわそうか、なるほど、怖っ、お名前があるだけに世間的な影響がすごく大きい、そうと、あと、まあ、テレビという公共の電波を使って、はい、ここまでの、はい、不安を煽る、そうですよね、放送するのは不可能だということで全国、うわそうなんだ、え、どうします、千葉さんどうします、あ、僕何もしないです、もう何もしない、別に僕大丈夫だと思ってる、いろいろね、いろいろ千葉さんも持ってくる例みたいなものは千葉さん生きてます、大丈夫だと思います、高いところにいます多分、その瞬間その瞬間入れるんだ多分大丈夫、いやでも怖いっすよね、いやそうなんですよ、だからテレビって、はい、そのお蔵入りになるので、はい、いろいろあるんですけど、やっぱり理由は、まあ、基本的には、はい、コンプラか、自主規制というところで、なんか不都合なものを隠そうとかでお蔵になることは今のところ経験ないんですよ、そうなんですね、実はあるほど、やっぱコンプラなんですね、いやなんだね、はい、たまに聞きますけどね、すごい上から、はい、トップダウンで、はい、国の方からトップダウンで来てんじゃねえかみたいな説も、はあ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 、国から、ね、はい、報道とかはね、はい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 、でも今のところそんな目にあったことはないです、そうなんですね、逆にバラエティーでオクラになることとかってあるんですか、バラエティーで、怖い話以外でそのバラエティーで、うん、ね、そうですね、キスシリーズっていうのをずっとやってましたけど、何なのかっていうと、出川さんのキスシリーズっていうのがあって、一番初めにクマとキスをしようっていうところから始まりまして、これは千葉さんが考えつくんですか、そうですね、その時は会議、夜中の会議で多分みんないろんな人たちと話してて、それいいってなってなったわけです、ホウジロザメとキスをしよう
と、あと、はいはい、サイ。サイサイ怖いな、でかいな。で電球投げと寄生する。みたいなシリーズがあって、はいはいはい、でそれをずっとその番組、はい、日テレの番組ですけど、はい、ずっとやってたんですけど、はいはい、だんだんまあその出川さんそれだけだと面白くないからということで、はい、対抗馬として、はい、その時その時のゲストというのが、はい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 、まあ似たようなことに挑戦する、はい、で本当に危険なのは出川さんなんですけど、はい、でジンベエザメとキスをするっていうのを、はい、あるモデルさん女性の、はい、おでやったわけですよ、はい、でフィリピンに行って、はい、フィリピンのジンベエザメ、はい、すんごいっすよ海の中でしょ、ね、年齢もないっすよ8メートルとかでも、まあ、危険はないじゃない。ジンベエザメはジンベエザメですから、ブレット食べますからね。そうですね、口開けたままだ、はい、近づいて、はいはい、で見事キスをした、ほうちょっとなるほど、はいはい、で、まあ、素晴らしい映像撮れたねって言ってたら、はい、僕がフィリピンにいる間です、はい、東日本大震災が起きまして、あーそうだったんですか。で僕経験してないですね、フィリピンにいたから。あーそうなんですね、日本での揺れというのを。そうなんです、体感してないですね。で帰ってきたら、はい、まあまあまあもう成田からちょっとおかしなことになってますけど、はい、みんなそうですよね、成田帰ってきたはいいけど、はい、海外の人たちは、うんうん、そこから今度東北の人たちが帰れないみたいので、なるほど、溢れてましたね。そうだそうだ、はいはいはい、なんていうので、はい、津波だったじゃないですか、はい、はい、海、うん、ジンベエザメもダメだ、そっか、オクラになりまして、へー、結局2年後ぐらいに、はい、放送しましたけど、頑張って慣れたんですね、慣れたんですね。でもやっぱちょっと短くなるんですよね、テンションが変わってから。そっかそっか、あなるほど、その時のね、撮れた時のそうあの面白さというか、そんなことはありました。そうというか、その時にあった出来事によって流せないものも出てきてしまうということですね。千葉さんはあれなんですか、バイオレンスな方がやっぱ好きなんですか、危険と隣り合わせというか。そんなことはないですけど、はい、まあ、育ちというか育ちテレビディレクターとして、ね、はい、そこの育ちってことですね、テレビディレクターとしての育ちが、はいはい、そこその出川さんのキスリストが、はい、その辺が僕の原体験、はい、デビューぐらいのディレクター、はいはい、そういうことをやってきて、はい、それこそ今デニコンのデニスと初めて会ったのも、はい、サメに襲われたらどうすれば助かるかという企画で、はい、まあ大事な防衛するのは大事なことなんですよ、実験番組ですからね。そうですよ、実験番組ですからね。襲われたことがね、バハマの海に行きまして、はい、2、30匹のサメがいる海に鎖片びらつけて4択作ろうと、どうすれば助かるか、噛まれたらそれは正解じゃないね、はい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 、で、はい、いろんなことを試してみたり、はいはいはい、サメに対して、サメに対して、はい、でその度にユキオちゃんが噛まれるわけですよ、鎖片びらの上からで、はい、でユキオちゃんはもうあのノイローゼになったらして、はいはい、3泊ぐらいしてたんですけど、はい、朝、はい、ホテルで、はい、俺の顔を見たくない、はい、あ、怖いから怖いから何やられ言わされるか分かんない、何やらされるか、1日目で海に突き落とされてサメのえ、突き落としたんですかいやいや、で違うんですよ、はい、あ、行けって言っても行かない、はい、ビビって、はいはいはい、あ、なるほど、やだーみたいになるんですか。そうそうそう、はい、行かないじゃ終わんないから、はい、っていうことで、はい、まあそれはしょうがないですよね、はい、お寿司も、はい、行くのが仕事だから、そう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 、行かないと始まらない、はい、だって4択作んなきゃいけないから、はいはいはい、でしかも正解がどれだか分からない正解が出るまでやんなきゃいけないわけですから、はいはいはい、っていうのをやって、はい、でもそのサメのチームが、はい、そのバハマにいて、はいはい、野生のサメを餌付けして、はい、まあ、その観光客に見せて、結構プロフェッショナルな人、はいはい、で雪女がもう泣きついてその人たちに、はいはいはい、もうこんなんおかしいと、はい、危ないでしょ、はいはいはい、言ったら、はい、そのバハマ人の人ですけど、はい、いやいやもう千葉が来るって言ってたから、はい、こうなることは分かってたよっていや実は前にも行ったことがあって、そうなんですね、そのチームと僕はロケをしていて、はいはいはい、スリムクラブさんで、はいはい、この夜中のテンションで思いついた企画ですけど、スリムクラブさん、はい、ヘリコプターで、はい、そのサメの上空まで行って、はいはい、ヘリコプターから海に飛び込んで、はい、サメをキャッチするっていうのを、はい、企画なんですかそれ、これできるかなっていう、できないですよできないですよそんなこと、なんすかそれ、そんな状況ないですよ人生の中でも、それだからもうね、はい、本当テレビの一番醍醐味ですけど、はいはい、大人ですよ、みんな大人がそんなこと思いついて、でめっちゃ金かかるんですよ、そんなことやるんですよ、ヘリコプターチャーターしてバハマまで行ってね、え、ここ聞いていいですか、どれぐらいの予算かかるんですか。600とか、うわ、かかりますね、
を実現させるって、はい、もうテレビしかできないですよ、はい、なるほど、はあ、でもその当時は行ったらそのバハマのサメチームが、はいはい、そんな危ないことは無理だと、プロフェッショナルがサメを扱ってるプロフェッショナルが、そんなことしたら死んじゃう、はい、死んじゃう、はい、はい、って言われて、はい、でも行っちゃってますから僕は、はい、言ってますね、絶対にやりたい、はい、死ぬって言われてるのにやりたいですね、はい、でじゃあどうすればいいかっていうことで、はいはい、じゃあ一回俺がやってみると、はい、おで俺がやってできたらやらせろっつって、はあ、実験台として、はい、そしたら、はい、もうじゃあやってみろよってなって、はい、向こうもね、うできると思ってないもんね、うん、でバーってヘリコプター乗ってるんですよ、はい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 、でその上行ったらうじゃうじゃのサメがいるわけですよもう出してんすかこの背筋で、出してるっていうか餌バンバン投げて、うわうわうわ、ってきてるんですね、なんていうの、もう狂乱状態になって、はい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 、落ちてきたもんバコンって、はい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 、死ぬ死ぬ絶対そんなもん、でも鎖片部は来てますからねそこまで信用できるものですから鎖片部がRPG でしか聞いたことない、俺怖いよもうで、はい、一応バーン飛び込んで、はい、バーンってやったら、はい、捕まえられる、嘘すごっほらできるじゃねえかってでそんな経験があってからのデニスのロケだったんで、はい、サメチームの人は、はい、千葉だろとあいつが来るんだったらまたおかしなことはやるよ何千葉みたいな感じなんですか、ま、日本の千葉が来るよって言ったらそうなんですよ、はい、でゆきおちゃんは、はい、そういなされちゃってもう、はい、千葉がやれっつうのがやるしかないよみたいな、やれよっつって味方が味方がいなくなって、はいはい、あそう、そんな、はいロケをするのが原体験にあったんで、はい、なるほどなるほど、だから別に好きなわけじゃないですよ、はい、ああそういうことかいやいや好きですよね、多分そういうちょっと無茶というか、なんかその 怖いとか危ないギリギリを攻めるみたいな、なんですかね、なんなんでしょうね、いやまあそんなつもりもないんですけどね、あのしっとりしたものも撮りたいなとは思ってます千葉さんのしっとりってなんすか、初めてのお使いみたいなものオファーが来ないだけでいや無理じゃないですか、いや絶対撮りたいでしょ、絶対いいですよ、すごいもの買ってこさせるでしょ、それだったら呪物的なね、呪物みたいなアフリカの奥地に行ってその部族のやつを初めて子供みたいなのに行かせるとか、素晴らしいデニスに行かせるんだよいや面白いな、やっぱテレビってもう今本当になんかこう千葉さんのやりたいことってできなくなってます？まあでもね、はい、そんなことはないですよ、あそうなんですか、はいはい、楽しいですよやっぱりテレビ、はいはいはい、やりたいことを、うん、それこそお金かけてできるっていう、はいはいはい、そっかそっか、なるほどのとやっぱり本当に YouTube よくやってて、はい、思いますけど、はいはい、クオリティの差が圧倒的なので、なるほどね、それは当たり前なんですけど、かけてるお金も違って、違いますからね、関わってる人も違って、はい、いつも違うもんな。そういう意味では、うん、テレビにしか作れないものいっぱいあって、なるほど、楽しいですね。今後こういう風なものを撮りたいんだとか、テレビでこういうことしたいんだみたいなのってあったりするんですか？うん、僕はもうね、はい、一貫してないんですけど、はいはいはい、ホラーを、はい、テレビで。まだやりたいんですよ、なかなかできなくなってはきてますけど、これってやっぱり本当にホラーはテレビダメなんですかね、基本的に放送法に明記されてるんですけれども、はい、要はまじないであるとか占いもそうですけど、うん、幽霊もそうです、はい、実際にいるかいないかわからないものをいるかのように放送すること自体を放送法は禁じてる、禁じてるんですね、そうなんですね、なので僕が最後にこの間やってたような番組でも、実はナレーションもテロップも心霊って使ってないです、一回も。ああ、そうなんですね。代わりになる言葉を使ってる、顔のように見えるとか、手のようなものとか、不気味な声とか、はいはい、声も言えないですね、声のようなな、声のような言い切ってダメなんですね、こうやってこういう表現で、これがだから幽霊とか心霊だとは一言も実は言わずに放送してたりとか、まあ、やろうと思えばいくらでもいろんな方法はあって、なるほど、はい、まあだからそういう意味ではすごくもうちょっと公平に煽りすぎない、はい、僕煽りすぎるのもあんま好きじゃないので、はいはいはい、誰かの恨みがとか、そんなことよりももうちょっとフラットに心霊番組作れる土壌にはあるんです、ただまあ、はい、今後また難しい問題ですけど、はい、スポンサーがあんまりついてくれない、そうか、そうなんですね、ホラーってつかないんですね、営業的にはそう売りづらい、まあそうか、案件ではあるので、はい、そういう意味ではあんまりその好かれしないんですよね、イメージ的なものも
まあ、そこに CM 出したくないっていうのは非常に分かるんですけどね。うん、ホラー映画とかにスポンサーってあんまつかないんですか、じゃあ。ホラー映画はまた別なんですか。まあだからそれはもう完全に回収できると思ってつくものと、CM を出稿するのはまた話が違う。話が違うか。そこも複雑ですね。なるほど、業界っていろいろあるんだ。いや、だから、我々もなんとかテレビ出ようとしたら、やっぱ千葉さんに頑張っていただかないと。うん、まあ、そうだね。そうだねってのもおかしい。俺らが頑張りたいって話なんだけど。いやいや、そうなんですよ。なんかね、テレビ出てきたら、そうですね。楽しいなと思います。しぶとく、僕も、ホラーをずっとやり続けようとは思ってます。あ、ぜひお願いします、はい、千葉さんのこれからの作品もね、楽しみというか、でも本当に映ってしまうとというか、うん、そのオクラになってしまったその手の部分とかっていうのは、うん、バッて取れたっていうだけに、なんともじくじくだから、ね、でもそれこそそのテレビ局の人たちと話していて、諦めないで、はい、じゃあ検証込みで次出そうよというところまでも、なるほど、持ってます。ね、まあ、それを今度横沢がその検証を良しとするかっていうところもあるんだ。せめぎ合いがあるんだ。今日はね、競売。競売。競売。はい。もうちょっと話をしてみようかななんて考えてます。なるほど。競売って言われて、はい、まあ、ふんわりとは、なんかこういうことだろうなと思いますけど、はい、ヤフオクですよね。ヤフオクですよね。そうです、ヤフオクです。ヤフオクです。オークション形式でってことですよね。でもそれぐらいしかわからない、はい、っていうことなんですけど。まあ、おっしゃる通りで、はい、ね、金額をこう複数人で一つの物件に対して、いくらだ、いくらだ、いくらだってこう競り合って、はい、一番高い金額をつけた人が、はい、その物件の所有者になれるよっていう、はいはいはい、まあ、簡単に言うとそれだけの話なんですけど、うんうんうん、ただ普通にこう例えば自分の自宅で戸建てを買うだとか、うん、マンションを買うだとか、実はその要は様相とは全く異なる状態っていうのがその世界にはあるんですね。ほう。で、まず、うん、その普通の売買の時っていうのは、はい、自分でこう家を買いたいなとか、逆に自分の住んでるところを売りたいなと自分で自発的にこう思って不動産屋さんとかに声掛けをすると思うんですね、うん、はい、で普通にこう取引が始まるんですけど、うんうん、競売って実は管轄している機関が裁判所なんですよ。あ、そうなんですか。なるほど、はい、はい、もうですね、裁判所って言っただけでもう事件なんですね。はい、事件があって、はい、物件が売られて、でそれをみんなで買おうぜっていうですね。なるほど、はい、で裁判所って言ってもですね、まあ、要は地方裁判所なんですけれども、まあ、東京でいうと、競売を管轄しているところっていうのは、はい、目黒区にある、はい、東京地方裁判所の民事執行センターっていうですね、はい、支部があったり、あと立川に、はい、地方裁判所の支部があって、その2つしかやってないとか。あ、そうなんですね。各都道府県そういう1か所2か所でやってるっていう状態なんですね、はいはいはい、で実は法律も違うんですよ、うん、そうなんですか。そうなんです。で普通の売り買い、土地の建物の売り買いは宅地建物取引業っていうですね、宅建業法っていう、はい、法律でいくんですけど、それはもうすごくですね、買う人もしくは売る人に親切に、だからこの物件で何がありました、こういうことがあります、なので事故物件だったらこれ事故物件なんですってしっかり伝えて買ってもらって、まあ、理解の上で買ってもらうってことをやるんですけど、競売って、うん、宅建業法っていう法律じゃなくて、うん、民事執行法っていうですね、なんかちょっと怖い名前の法律なんですよ。ものしね、なんか名前ですよね、はい、でいろんな内容があるんですけど、一言で言うと、うん、完全自己責任っていうやつです。はい、買って何があっても知りません、知りません、あなたの責任ですってこう放り投げられるんですよ。怖いな、怖いっすね、はい、でこの辺にですね、はい、競売ってでも間口は広いんですよ、うん、モーモーさんでもノブさんでも入札できるんですよ、はいはいはい、もう 今ここで入札することもやろうと思えばできちゃうんですよ、やろう、いやいややろういやいや誰がおんねん、怖い、事故物件をね競売で取ろう。ちょっといや初めて持つ物件は事故じゃないやつに貸してくれよ俺も。なんか怖いよそれは。でもいけんすよね。いけますいけます。ただそこで何があっても、はい、自己責任。怖いっすよね。嫌ですよね。だからね、なんかこう後戻りができないからちょっと二の足も踏んでしまうようなとこもあるけど、はい、でも欲しい欲しいっていう人もいっぱいいるんですかね。そうなんです。要は価格が相場の
鉢掛けからっていう状態、80% のところからスタートするんで、やっぱり安く買える可能性が高いっていうのはあるんですけど、ただその自己責任ってじゃあどこで判断するのっていうところなんですけど、これインターネットでアルファベットで BIT、ビットって調べてもらうと、これ競売の専門のサイトに飛ぶんですよ。でそこにいろんな案件がこう載ってるんですね。で例えば、まあ、A マンションだとか A 戸建てだとかですね、こういろんな戸建てマンション土地いろいろあるんですけど、そこに書いてある資料しか判断材料がないんですよ。詳細な資料ないんですね。詳細な資料ないです。それだけ、はい、で資料っていうのは、はい、その業界でもう専門用語に一応なってるんですけど、3点セットっていうですね、はい、ものがあって、はい、でそれは何をもって3点かっていうと、はい、物件明細書、要は物件に何が書いてあるのかって詳細に書いてあると、はいはいはい、あと自分で部屋の中に入ることができないんです、はい、だから裁判所の職員、はい、執行官の人が中に入って部屋の中の状況を結構緻密に調べるんですけど、うんうんうん、そういった現況の調査書、うんうん、あとはその物件がどれぐらいが価値があるのかっていう評価書っていうですね、はいはい、物件詳細、現況の状態、はい、評価ってこの3点が30ページぐらい、はい、資料としてあるんですけど、それだけで見るんです。なるほど、もっと分厚いね、資料があるかと思ってたんですけど、なるほど。で普通部屋の中見に行くと、はい、こういろいろ写真撮ったり、自分で調べたりメモ取ったりすると思うんですけど、もちろん写真最悪ですね、3枚しかなかったりするんですよ。はあ、はあ、なるほど、はい、で間取りが書いてあって、丸1の写真は丸1って書いてあって、間取りに、はい、矢印が書いてあって、はい、あ、こっからこうやって見てんだみたいな。じゃあこっち側分かんないね。分かんないです、分かんないです。だから一応執行官、その裁判所の職員の人が入って、人がいないって例えば言ってたとしても、はい、それが本当にいないのかいるのかすら分からない。分かんないんだ。すごいガチャですね。なんかすごいガチャですよね、これはね。うん、であと、はい、判断材料としては、これ裁判所の事件なんで、はい、事件番号ってあるんですよ。はあ、はい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 、いろんな事件ありますからね。事件があるんですよ。で裁判所の競売に関わる案件のカタカナ表記の分類は、カタカナのケ、書きくケのケと、うん、何ぬのぬ、うん、ケとぬっていう2つしかないんですよ。はい、へえ。でケは、はい、担保不動産の競売って言って、はい、家買うときって、はい、ノブさんはもしかしたら現金でバーンって買うのかもしれないですけど、はい、まあまあまあ、持ってますから実スーパーローンやて、うん、通常、はい、一般的な方たちはおそらく金融機関からお金を借りて、はい、それを例えば、はい、25年30年35年とかってこう月々こう返し始めて、はい、最終的には自分のものってなると思うんですけど、はい、返せなくなる人っているんですよ、はい、途中で、はい、滞っちゃって。まあまあそうですよね、はい、その人たちが銀行から、はい、要は訴えられて、はい、払えなかったらこれもらうって言ったよねっていう契約のもと裁判所に持ち込まれて競売にかけられるパターンだ、はい、これがカタカナのケなんですよ。ケ、これがケなんですね。ケなんです、はい、でぬっていうのは、いろんな事件をこう分類する中で、どうしてもその要は犯人というか、まあ問題になっている方にお金が必要になるっていうケースがあるんですよ。でその人の資産を見ていくと、はい、不動産この人持ってんじゃん、はい、じゃあこの不動産をお金に国で変えてしまおうぜっていうのがぬなんですよ。なるほど、何かね、犯罪を犯してしまって、はい、お金が必要だと、必要だと、なるほどね、なるほど、なのでそういうことか。けとぬだと、まあ、けはお金がちょっと足りなくて払いきれなかった人の案件なんですけど、ぬ、うんうん、はもううぞうむぞうという、こうイメージでいいと思うんですけど、かなり厄介。だから、あ、この物件いいなと思って、さっき言ったビット、BIT で調べて入札しちゃおうものだな、それがぬだったとすると、後でとんでもない自己責任が戻ってくるっていうですね。怖いですよ、これは。入札をする前にけかぬかって分かるんだ。分かります、分かります。それは分かるんですね。はい、そうです。例えば、けの
000何とかですね、ぬの何々ってこう案件の番号が載ってるんで。ああ、なるほど、はい、それ例えばその調べるとどういうことがあってとか、細かいことは、あ、それも載ってます。あ、載ってるんですか。はい、ただあれですよね、やっぱ K よりぬの方が安かったりするんですかね。まあ、場合にもよるんですけど、はい、共有持ち分ってまたちょっと面倒くさい話があってですね、はいはいはい、1つの土地を例えば3人で持ってて、はい、で僕が あの事件を起こしちゃって、はいはい、僕の分だけ売られてるとかあるんですよ。ややこいな、分かりづらいな、どの部分だよ。だからあれですかね、はい、変な形の建物になってるのってそういうことあったりするんですかね。それもあるし、はい、もう権利的に3分の1、3分の1、3分の1ならいいんですけど、はい、2分の1、その残りで2人でもこう持ってるとかですね、いろんなこう持ち分の分散があるんで、はいはいはい、かなりめんどくさい。で、例えば僕のものをモーモーさんが例えば買ったとするじゃないですか、はい、でも僕3人いて僕の問題があった部分をモーモーさんが買ったら、はいはい、ご家族の中にモーモーさんが入るわけですよ、はいはいはい、で、はい、僕の分3分の1の権利があるんで、僕にもここの要はあの収益性があったら収益の3分の1くださいって言えちゃうんですよ。なるほど、ね、家族の中に乗り込んでやんなきゃいけないっていう。これは大変なことですね。嫌な感じしますよね。めちゃくちゃ嫌ですよ ね、 これはね。でもそれを業者さんでやっぱりそういう交渉事が得意な方で、はい、いやそういう方が中にいらっしゃってちょっとご迷惑じゃないですか、はい、だから僕が買いますよって言って一つにまとめて商品にしちゃうっていうお仕事もあるので。ああ、そうなんですね。まとめ屋さん。そうなんです。テクニシャンはヌオ使うんですよ。なるほどなるほど。そうなんです。なの で僕なんかもサラリーマン時代は、まあ、ぬとけでどっちっていうことで会社に競売でちょっと物件仕入れてお前ちょっと売れよなんて指示があった時は、ぬで行きますけで行きますみたいな話で、はいはいはい、当然けだみたいなですね、お前ぬなんて変なもん買っちゃってどうすんの、大変なことになるだろうみたいなですね、それぐらいちょっと業界でも大変、ね、だからあの買うときは気をつけるっていう。なるほどね。で、あと入札っていうのもまた一悶着あって、はい、入札ってこう例えば1000万円のマンション欲しかったら1000万円入れてって思うじゃないですか、はい、でも入札するにあたっては裁判所も賑やかしで来られても困るんで、はい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 、あ、本気かと、お前は本気かと、お前は本気かと、で本気度を見られるんですよ。できるだけ早く終わらせたいですもんね。そうですそうです。なので賑やかしじゃなくてお前本当に買うんだろうなって言って、その審査があのお金でやるんですよ。え、金なんですか。そう、さっきその3点セットの中の評価書にはその建物がいくらなのかっていうところの金額が基本の売却の開始価格なんですよ。はいはいはい、だその評価が1000万円だったら、その価格1000万円スタートで始まるんですね、はい、でただ入札したかったらその1000万円だったら1000万円の2割分 20% を先に現金で指定口座に入れなさいって言われるんですよ。へー、そうなんですね、はい、だから1000万だったら200万ですけど、ちょっと1億円でこれ買ったら絶対儲かるよなっていう物件があったとしたら2000万円入れなきゃいけないんですよ、先に。負ける可能性ありますもん。負ける可能性。ただ負けたら帰ってくるんですよ。勝ってくるんですね、それは。で勝ったら一番になったらあのその2割の残りの 80% を一括で払えるっていう。一括なんだ。一括なんだ。一括なんですね。一括ニコニコ現金払いです。いやー、なるほど。でもまあそう、でも持ってないとできないですよね。そう考えてみるとね。はい。そうですよね。だから事前に銀行とか金融機関とちょっと競売やりたいんで、あの枠をちょっとくださいって会社の交渉で、いやでも児玉さんだったら、川玉さんだったらじゃあ会社で4000万とか5000万とかこう決められるん で、はい、でそこでこう買える物件をこうやるんですけど、はい、だからももさんやるときは1億円の物件が欲しいって思ったら、はい、あのとりあえずあの1億円を現金でなんとかまずはしないといけなくて、こうやるかお前、こう会社総力上げても無理だろ、それは無理無理無理、もっと手頃なところで行きたいけど。なるほど、すごいね。これはだって知らない話ですもんね。いや全然知らない。まずそのけとぬがあったっていうことも知らなかったし、うん、そうなんです。これ見れば見るほどですね、これ奥が深くてですね、うん、でただ買ったら買ったでまた問題があるんですよ、うん、買うじゃないですか。買いますね。で3点セット見て、はい、入居者いないってなるじゃないですか、はい、うん、だからいねえんだと思って、はい、もう
何でしょう、入札でも買ったし、はい、で所有権も移ったって言って行くと、はい、人がいたりするんですよ、はい、誰なんですかこのいるやつが、ね、あれ例えば家だと、はい、家の物件ではお金が銀行に支払えなかった所有者さんが住んでる部屋なので、はい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 、所有者さんがいたりするんですよ。ああなるほど。でその話がちょっとこれからの話なんですけど、ほう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 、これあの要は会社の指示があってですね、こう入札したんですよ、はい、で入札も1円高け入れば1万円ですね、2位と1位の差が1円っていうのが一番いい状況なんですね。はいはいはい、わかりますよ、それもちろんね、少しも安く、ね、勝てればいいですから。でその辺もちょっと裁判所に行くと1位が例えば1500万で、うん、2位が1200万とか、なんで300万離れちゃったみたいな、高買いしてるとかいろいろあるんですけど、そこの辺をこううまく乗り切ってですね、はい、で買った物件にこう行くんですけど、ただ行く前に裁判所からあなた入札で一番になりましたって言って、あの売却許可 の, あの決定書っていうのが来るんですよ。売却許可の決定書、そう、はい、ちょっとあの面倒くさい、売却許可の決定書っていうのが来て、これが来るとあの僕はもうあの競売で勝ってるんで1位になったんで、この物件の所有者になるんですっていうことで、あのそのもともと部屋の所有者さんにこう対決することができるじゃないですか。対決の許可を得る、そう、対決の許可を得るんですよ。はい、むしろ僕が所有者なんで、あなたはもうダメなんですっていう、自分たち買ったわけですよね。そうですそうですそうです、出て行ってください、出て行ってください。でその要は許可証をもらってお金を払って所有権が移転してっていうことで、であの入居者さん、もともとの所有者さんが裁判所にですねこう言われた時に鍵を提出してると、鍵をその時点でもらえるんですよ、うんはい、ただ揉めてると、はい、あの所有者さん出て行きたくないじゃないですか、はい、鍵なんてお前らに渡さねえよって言ってですね、これは厄介、厄介ですよね。で鍵を渡さないと僕らは何をしなきゃいけないっていうと、うん、無理やり鍵を壊さなきゃいけないです、うん、おでこっちが買っね、所有権はありますからね。でも中にいるんですもんね。中にいる、向こうからするとね、お前ら何なんだっていう、うん、この辺のこうやり取りがまたあるんですけど、で僕が買ったのはあのすごく難易度が一応低いとこうされている家の物件で、人もいないし、はいはい、その残置物、部屋の中のものは何もないっていう状態なんですけど、はいはい、まあまあでも言っても誰かいるかもしれないんで、僕が担当で上司の人、まあ、男性と2人でこうタッグを組んでいくんですね、はい、で初めて落札した物件だったんで、はい、あよかったね、こんな落札できるんだね、はい、部屋の中初めて入るけどどんななんだろうね、本当に執行官の人 の, あの物件の詳細書と合ってるのかなとか、いろいろ興味深くこうガシャッと開けて入るんですけど、はい、あの人間の感覚ってすごいですね、はい、開けた瞬間に違和感が感じるんですよ、はい、誰かいる、はい、でそれ暗いんですよね。あ一応昼間です。あ、うん、一応昼間なんですけどカーテン閉まってるんで、はい、まあまあ暗いんですよね、はい、でガシャって言ったらなんか気配がするんですよ、ガサガサって言うんですよ、はい、え誰もいないんじゃなかったっけ、いや誰もいないって書いてありますけどね、うんうん、でも執行官のそう裁判所の人が入った時には誰もいないっていうことはいなかったんですよ、うん、その時、はい、なるほど。だけどその後多分戻ってきてるんですよ、うんうん、で行って入ってきたら、あの本当こういうソファーに明日のジョーの試合後みたいな感じでですね、こう真っ白になってるんですよ。で、誰だって言うんですよ。ガタイのおじさんなんですよ。誰だ、いやいや誰だっていうのも何とも言い返せないんですよね。まあ誰だって言われても、誰だって言われても、あの競売で落札した業者の担当なんですけどみたいな。そしたらなんかかっこよくね、あれ言うんですよ。この物件はもう売れてしまったのか。なるほど、確認するかのように、確認するかのように問いかけるかのように、でもネット見れば載ってるんですよ、落札されたってお前が見てんだけやないかっつってね。そうですそうです、はい、ただいやこれは売れてしまったんだななんて話で、はいはい、で買ったのが僕らなんです、うん、俺はどうなるんだって、はいはい、いやそれは、いやそれはね言われてもな、そうですよね、困っちゃいますね。そうですね、であのそういう時って、あの 僕とその上司がいるんですけど、上司はあえてあの一歩後ろに下がるんですよ、うん、この人が発言しちゃうとこれあの会社の決裁になっちゃうんで、うん、だ僕がまずは交渉する役なんですね。なるほどね。でいやどうなっちゃうんだって言われても、とりあえずもう所有権はうちの会社になっちゃってるんで、うん、
住むことできないし、でなんか見る限り、まあ、部屋あの 3LDK とかなんですよね、うんうん、見る限りあんまり荷物もなさそうなんですけど、大事なものをまとめてすぐ出てってくれませんかみたいな話をしなきゃいけないんですね。で、はい、そうしたら、はい、金がねえって言うんですね。まあ、ないから、かけられてますからね。ないからそうなったんでしょうけどね、はい、でも多分その人狙ってやってるんですよ。もうそこに自分が業者が来る時に出くわせばお金がもらえる可能性がある。情に訴えかけてみたいなところなんですかね。あとは居座られると強制執行っていうですね、はい、あの裁判所を通してその人を退去させなきゃいけないっていう、はい、そういうこう面倒くさい手続きがあるんで、はいはい、それお金かかるんですよ、はい、でそこでお金と時間をかけるんだったら、はい、今この場で払うから出てってよって言ってくれる業者がいるんでっていう、多分いろんな知恵をつけてるんですよ。ああそういうことか。はい、で言うんですよ、ちょっとねお金がないから出ていけないんだよね。え、じゃあお金払ったら出てってくれんですか、うんうん、それは額にもよるけどねって始まるんですよ。もうね、それ狙いで来てるやん、それ言い出したら、で、あ、じゃあ額が釣り合えば出てってくれるんですね、うんうん、って言った時に、あ、額が合えば出てくよって、出てくよって言った瞬間、これ録音してるんで、はい、額が合えば出てくよって言った瞬間、上司が出てくるんですよ。ああ、出て行ってくれるんですねって。ああ、なるほど、そこで登場する。そうなんです。で、上司はもう会社からですね、はい、もう枠をもらってるんです。はいはいはい、これぐらいまで。これぐらいまで。この物件でこういうことがあった時には、裁判でこう手続きを正式にやるとこれぐらい時間とお金がかかるから、ここまでだったら出していいよっていう金額があるんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです。だから例えば20万なのか30万なのか40万あるんですけど、はい、こう交渉しながら、まあでも結構揉めました、うん、あ、30分40分いろいろ話し合って、ああでもないこうでもない、うん、で一応、お金の話がまとまったところで、僕はカバンからですね、うん、退去の、申し入れの受諾書を出すんですよ、うん、でお金の受領書を出して、はい、で、あの残置物ってこう部屋の中に残ってるものは、はい、あれ勝手に僕ら処分しちゃいけないんですよ。ああなるほど、うん、処分すると、あ、これ1億円の価値があったものなの、勝手に捨てたんだよね、損害賠償でこれ1億円請求するよとか言われちゃうんですよ、普通に。なるほど。なので勝手に捨てられない、はい、でもし捨てるにしても、例えばその部屋は別の使い方があるんで、はい、他の倉庫とかに運んで、うん、半年ぐらい取っとかなきゃいけないんですよ、うん、で半年間何も言ってこなかったじゃないですか、だから捨てたんですよっていうような理由をつけなきゃいけないんですけど、うん、あ、まあ、それも面倒くさいんで、うん、あの全部のこの部屋の中の物品は処分あなた方で勝手にしてもいいですよっていうのにサインしてもらって、うん、なるほど。で最終的に部屋に残られたら一番厄介なんで、うんうん、部屋から出してコンビニで身分証のコピーをもらって、で、あのその他の資料をやってこう出てくるんですけど、ただそこで間違うと、男の人を僕ら2人でこうコンビニ、例えば部屋から出して出て行かせるじゃないですか、はい、そのご家族が部屋の中に入っちゃう可能性があるんですよ。はあ、はいはいはい、そうするとまた2回目が始まるんですよ。うわーめんどくさい、何このゲーム。まとめてやらないと。そう、まとめて。だから何をするかっていうと、はい、あの外からかけられる鍵があるんですよ、はい、これ、はい、あの、はい、商品名言うとあれなんですけど、はい、外付けでロックして軟禁錠で普通の、はい、鍵だと入れないっていうのをやって、はい、やかないとダメっていうですね、はい、入られたらもう一回だ、はい、ね、同じ下りが始まってしまうと。いや、あれ旦那と私はあの一応婚姻関係にあるんですけども、生活は別なんです。あの人に20万、30万払ったんですよね。私もお金がないんです。これはめんどくさい。やですよね。めちゃめちゃだ、これは。この辺闇なんですよ。そうなっちゃったら、そうですよね。はぁ。で、一応そこは片付いて、あ、一応はうまくそこの物件運用できてよかったねっていうのが、うん、あの一番丸く収まったパターン、うん。なるほど。これもうちょっと話して大丈夫ですか？全然。もちろん、もちろん。同じような案件で、これ都内の、まあ、東京都のですね、こう東の方、はい、まあ、城東地区って言われるところのマンションを競売で、これもまた運よく、落札できたんです。5000万円ぐらいの開始の金額で、うん、6000万ぐらいで買ったんです、うんうんうん、よくあの会社お金あったなと思うんですけど、うんうん、6000万一括でドーンって払って、で所有権もらって、で、はい、
さっきみたいなことがあるんですぐに部屋に行きたいんで、うん、行こうとしてたんですけど、僕もちょっとその上席上司もちょっと時間がその日合わなくて、うん、で夕方夜になっちゃったんですね、うんうん、でさすがに夜で電それ本当に欲しい建物だったんで本当は内見とか行っちゃいけないんです、うんうん、で許可なく建物の中に入ると不法侵入で訴えられちゃうんで、はいはいはい、一応欲しいマンションの部屋が分かったところで中は入れないんですけど、うん、本当に人がいるかいないかってさっきので恐怖症になってるんで確かめに1階の管理人室の管理人のおじさんにこう交渉して部屋の前まで行かせてくれってお願いをして行って、うんはい、電気止まってる水道止まってるガス止まってるっていう状況が分かったと、うんはい、その上で落札して入札して落札したんですね。でその日の夕方また人がもしいたら嫌だからって言って行こうとするんですけどさすがに夜2人は怖い、うんうん、そうすると僕の部下がいるんですね、うんまあ、部長がいて僕がいて部下がいるんですけどその部下がちょうどそのマンションの、立地が自分の家と会社の通り道なんですよ、はいはい、そのまま帰っていいから一緒に来いって言ってですね、うんうんうん、で上司と僕と部下で3人で行くんですけど、うんうん、駅降りてマンションまで徒歩10分ぐらいなんですけどこうとことこ歩いてるとだんだんこうマンションが見えてくるじゃないですか、うんうんで11階2階建ての6階部分なんですよ、うんうん、でその部屋の場所っていうのはさっきの物件の詳細の資料で、うん、上から見たこう建物の図面で、はい、この場所だっていうのが分かるんですよ、はい、で6階の角部屋なんですね、はい、でああの建物だよな6階の角部屋って言ったら、うん、ぼわっと明かりがついてるんですよ、はいまあ、カーテンがないんで中の明かりが漏れてるんですね、だただパシッとした明かりじゃなくてボワッとしてるんで、はい、なんでしょうキャンプ場で使うランタンとか、はいはい、なんか懐中電灯で手元だけをねそうですよ手元だけ明るくするような、はい、僕の部下がビビっちゃってあの部屋ですよね、はい、人いるじゃないですか、はいはい、夜ですよもう、うんうん、で電気通ってないって言ってるし懐中電灯はあるけど、うん、今日やめませんってこうやっぱりビビり出しちゃったんですね、うんただ僕と上司はいや今日行っても明日行っても一緒だろうと、うん、なんなら早い方がいいっつってですね、うん、行こうっつって、うん、あそうこう行くんですけど、はいはい、ただそのマンションそこの要は見えた場所からマンションまで 1,2 分のとこなんですけどその 1,2 分の中でいろいろ話をして、うん、3人で行って3人ともやられたらもうどうしようもないよねっていう話になってでその部下の男の子にお前さ1階のエントランスにいろと、うんうん、逃げられても多分エントランス焦って出てくるやつが犯人だから、まあそうですよね、写真の1枚でも撮っておけと、はい、でただ俺ら2人がやられてしまう可能性があるから、うんうん、電話をつなげとくから、うんうん、ギャーとかワーとかなんか揉めてる音が聞こえたらすぐ警察に電話してくれと、なるほど、いう話で部下を1階に残して、うん、で僕と上司は2人で2階に行くのね、うん、で鍵はあるんですよだから裁判所にその入居者さん、まあ、元の所有者は鍵を渡すぐらいいい人なはずなんですよね、はい、うん、そうですよね、うん、鍵渡すぐらいからなので2人で一応こう明るい共用部にいるんですけど、うん、緊張しながら、うん、鍵あるってことは悪い人じゃないはずだと思って一応行くんですね、うん、ガシャッと開けて入るんですけど、うん、もう結構衝撃だったんで間取りも全て覚えてるんですけど、うん、2LDK の部屋なんです、はい、で開けると、うん、まあドン付き壁なんですね、はい、で左右にこう廊下がこう伸びてる感じなんですけど、はい、右側はトイレなんですよ、はい、で電気もうつかないんで、うん、懐中電灯を照らしながら、はい、怖いな、じゃあ小玉戦闘みたいなことになって、はいはい、さながらホラーゲームですね、いや本当です本当です、リアルなホラーゲームで、はい、じゃあ人がいるんだろうからどこに隠れてるか確認しながら行きましょう、はい、じゃあまずトイレってトイレ開けるんですよ、こうやって誰もいない、はい、でじゃあ俺左にこう廊下が伸びてるんで、うん、じゃあ俺左行くんでちょっと部長ちょっとトイレ後ろにしていてくれと、はいはい、フォローしてくれこう行くと、うん、すぐ歩くと左側が洗濯機置き場と、はい、洗面所と、はい、奥にお風呂があるんですよ、はいはい、こうお風呂をレッドでガラガラって開いてこう見て、うん、でまた嫌なのが、うん、お風呂蓋閉まってるんですよ、怖いですね隠れてるのかな いてもおかしくないですよ ですよね、でこう見るとああ蓋閉まってますね、うん、
開けますよ、うん、嫌なんですね、うん、パッて開けるじゃないですか、うん、なんか腐った水みたいなのが、貼ってあるんだ、貼ってあるんです、黒くなった水だって言って、うわ腐ってんじゃないですかこれみたいな、草みたいな、でこう閉めて、うん、バイオじゃないですか、ね、本当ですよね、はい、でその隣は部屋なんです、はい、あの6畳の洋室で、はい、でこう見るんですけど、あの結構物はあるんですけど、はい、人が隠れられるスペースはないんですよ。ないんだ、はいはいはいね、家の中なんてね、隠れんぼしたってそうないですもん ね、 ですよね、隠れるところなんて、はい、で本当、人がこう斜めにこう、はい、横になって入るぐらいの小さい収納はあるんですけど、はい、まあ、そんなの開けたって、はい、もう本当ピンとやってるだけなんで何ともない、はい、動けない、まあ、開けたら誰もいないし、はい、誰もいないね、うん、で、部屋からまた出るとその正面がそのキッチンの、うん、LDK キッチンで、キッチンから廊下に出るためのちょっと細い、うん、あの引き戸になってるんですけど、うん、まあ、そこにこう三つ口のガスコンロと、はいはい、でシンクの水回りがこうあるんですけど、うん、そんなとこ隠れる場所がないんで、まあ、ないね、ないね、うん、っていうと、もうじゃあ LDK と奥にある和室しかないよねって言って、でじゃあ、 挟み撃ちしましょうって話になって、部長はキッチン側の引き戸から入って居間に、はい、で僕はそのまままっすぐこう居間に行って、こうやってこう行こうとするんですけど、でいれば多分いろんな反応があるんですけど、いないんですよ、収納もない、でソファーがあってテレビがあってって、こう生活の様子がそのままなんですけど、でも何もいなくて、あれもういよいよ和室しかいないよねってなると、和室をこう見るとですね、襖がちゃんと閉まってるんですね、うんうん、なんでこう閉まってんだろうと、うん、襲われる可能性もあるんで、まあそうですよね、うん、何があるかわからん、だから左右こう僕がこっち、部長がこっちでこう持って、はい、パーンって開けるんですね、はいはい、いないんですよ、いないんかい、いないんですよ、あら、いねえなってなって、うん、でそうすると一番奥のところに押し入れがあるんですよ、はい、一番嫌なところにいるじゃんと、押し入れね、嫌ですよね、やっぱり人が隠れるときは一番奥の押し入れなんかっていう話、最後はそうなのか、そうなんです、でそうするとこう押し入れをこう開けるにはですね、いろいろと今まで押し入れに隠れてる人の対応ってやったことがあるんですね、うん、こっち開くじゃないですか、開くほど逆の方に行くんですよ、うんうんうん、こっち開くじゃないですか、うん、逆に行くんですよ、はい、だいたい真ん中にいるんです。はあ、押し入れの。そういうことか。はい。だから開けるときはパンって開けたらすぐパンってやらなきゃいけないですね。はい。ああ、なるほど。右開けたらすぐ左みたいな。はいはいはい。でもこれ失敗するといきなりこう刃物かなんか持ってガーッと来られると、やられちゃうんで、開ける方がやっぱり嫌なんですよ。はい。うん、まあ、ただ僕は部下なので。はい。行くしかないですね。そうですね。もう目で俺は嫌だよって言ってるんですけど、はい、全然汲み取ってもくれず、はい、僕は行くわけですね、うん、はい、部長すいませんと、僕に何かあったら取り押さえてしてくださいと、はいはい、いやいや まず待てと、はい、その前にお前1階のあいつとは繋がってんのかと、はい、あ繋がってます繋がってます、はい、でじゃ あの今俺らがここで最後開けるけど、エントランスに誰かこう逃げていったやつがいないかどうか聞いてみようって、はい、でもしもしって、うん、したらいない、はい、誰もいない、だからじゃあここにいるんだになって、でじゃあ行きますよ、バーンってでバーンってやるんですけど、押し入れの中いっぱい物が詰まってるんですよ、いない、うん、え何なのってなって、え拍子抜けしちゃって、えいないじゃん、えベランダ、うん、ベランダ最後、はいはい、いやでも部長ベランダなんてありえないですよ、だって鍵閉まってんじゃないですか、うん、えじゃあさちょっと調べよう、今あいつ連絡つながってるよね、さっき3人で見たボワッとした光がこう漏れてた部屋、この部屋かどうか確認しないって言って、あ、はいはい、でもしもしてお前ちょっと さっき光が見えた場所まで戻れよって、うんうん、で俺ら合図するからベランダから、うん、ちゃんとその部屋かどうか確認しようって言って戻して、あ着きました、じゃあちょっと表出るからねって言って、でもベランダにいる可能性もあるんで、うん、一応こう鍵を静かにこう開けてガラガラってやるんですけど、でもそんなに広いベランダでもないので、うん、やればわかるんですよ、いないいない、で外出て見ると向こうでなんか手振ってるやつがいるんですよ、うん、こうやってるんです、うん、で、あ
え、でどうなの、誰か見える、同じ部屋、うん、って言ったら、そうなんです、いないんですよ、うん、で光が出るものもない、うん、で、え、何この部屋って思いながら、でその日は外から閉める鍵をこうドアに、挟んで、うん、明るくなったら来よう、うん、もし人がうまく隠れてるんだとしても、さすがにあの外に出られないことは辛いだろうから、何、うん、かあるだろうと思って、こう逆に締め出し、うん、部屋の中に締め出し、うん、締め入り、わかんないですけど、うん、締め切ってこう行って、で明るくなった時に来たんですけど、やっぱりいない、うん、いる形跡もない、うん、だからあの光一体何だったんだろうっていうので今でも分かんない、謎、結局分からないじまいなんですね。そうです。でただ後で分かったのが、うん、その物件事故物件だったんですよ。はあ、そうなんですか。で、あのさっきの物件の現況報告書、うん、これあの調査した人が事故物件だっていうことを見逃すと、その情報って出てこないんですよ。はあ、分からないな。そうなんですか。で買った後に、あ、これおかしいぞおかしいぞって言って調べたら、うん、やっぱりそこで亡くなってる人がいるんですよ。へえ。だから僕らはあの事故物件を知らずに掴んでしまって会社から怒られるし、うん、よくわからない光を見ながら夜怖い思いをするし、うん、大変ですよね。であの購入した金額より安く売らなくちゃいけなくなっちゃってっていう、うん、もう三重苦で僕は怒られちゃったって話なんですけど。へえ。すごいね。光は気になりますけどね。ぼわっとしてるんですよ。だから本当に綺麗な光じゃないんで。あ、なるほど。もうね、なんか手元だけのね、ランタン的な明かりですよね。戻ってきてんだこの物件と思って、でなんか3人で行ったんで、みんな配置とかいろいろ考えてやったんですけど、はい、全然無駄足だったっていう。へー。佐藤さんってあれですよね、海外からスタートですよ。そうなん、大学生の時補欠で4年間、はいはい、でプロにももちろん引っかからなくて、はい、そこからアメリカの留学していったんです、野球やりたくて、はい、もちろんそのプロ野球選手になる自信だったりとか、そういうものはもちろんお持ちだったんですよ。いや、プロ野球選手になれるとは思わなかったですね。あ、そうなんですか。で夢はプロ野球選手になりたかったんで、はいはいはい、アメリカでもいいから、はい、マイナーリーグで月給10万円なんですよ。え、あ、そんなに、はい、月給10万円安いですよ、はい、生活できないですよ。あと食事代とホテル代は出るんで。ああ、そっかそっかそっか。10万でやりくりしろってことですか。それでも一応プロ野球選手だという括りの中で、はいはいはい、プロ野球選手になりたくて行きました、ね。はい、だいたいどれぐらいの期間。3年間行ってましたね。3年間、はい、あ、なるほど。大学卒業されてですね。そうですね。ってなったらもう 20? でプロに入ったのが26歳の時なんで遅かったんですね。まあ、比べてはそうですよね、はい、26の時は1年目ですね、ライオンズ。周りで活躍してる選手、後輩とかですよね。年齢的に言ったら下とか。そうですね、そうですね、はい。どういう縦社会なんですか、プロ野球界。プロ野球は完全年齢ですね。年齢なんですね。芸歴関係ないです。社歴とかの芸歴関係なくて。そうなんです、ね。ルーキーで入っても26歳だったら、下のやつに怒らなきゃいけない。はい、なかなか厳しいですね。中島とか栗山とか稼いでるんですよね。はいはいはい、はい。下なのにお母さん仲間とか。はい。で、食事行ったら俺が怒らなきゃいけない。はい、そうなんですか。これ正直きついです。きっとお母さん仲間とか米とか、ね、えらい食うんで。されたら止まったもんじゃないですか。マジでするんですよ、そうなんですね。飯食うんで、カルビと米。いや、もうね、はい、体型からするとなんかね、それパワーだけど。どれぐらい食べるんですか？野球選手の量。人によっては違うと思うんですけど。いやいやいや、おかわりは食ってましたね。そうなんですね。焼肉とか言ったら大体。焼肉とか言ったら、カルビ10は余裕食いますよね。うわぁ、すごいな。締めでクッパ食ったりとかさ。はいはいはい、そうなんですね。カルビ10、単塩10みたいな。うわぁ、すごい。それは余裕で。え、これ後輩からここご飯連れててくださいって言って、たまには断ったりしましたよね、お金ないとき。いや、お金ないときは断りたいですけど。断れないですよね。断りたい、断れないですよ。やっぱそうですよね。そっかそっか。で、26歳からこうライオンズじゃないですか、はい。1年目、2年目、その入ってすぐに活躍されてるんですか？いや、活躍できなかったんですよね。1年目、2年目、3年目はあんまりできなくて、4年目ぐらいに花開いたみたいな。あ、
じゃあもう本当にもう遅咲きと言われるようなブルーですね。そう、プロのレギュラーになったのが29歳の時ですね。初めてレギュラーになったのは。うわ、俺めちゃくちゃ共感する。僕がお笑い芸人で29歳で初めてテレビ出れたんですよ。ああ、いいですね。そういうのもそうね。まあね、30までにってありません？あります、あります。30はありますね。ありますよね。30までになんとかしたいっていう。まあそれはもちろんね、芸人やってたらあるよね。そうですよね。その時のなんかやっぱ監督コーチとかの、はい、なんかその指導によりなんか花開いたような、花開いたというかやっぱそういう感じなんですかね。いや僕花開いた理由はこっちですね。え、女性、はい、はい、あ、そうなんですか、はい、これで これで花開いたバットの使い方を見たんですか。何ですか。女性、え、はい、女性で花開いたんです。え、どういうことですか。3年目のオフに、今の妻に出会ったんですよね。はい。はい。はい、で、もう会った瞬間に、もう彼女と結婚するって決めたんですよ、もう。これはまた運命的な。運命通り越して、もうこの子と結婚するってもう決めたんですよ、もう。で、最初のデートで、なんとか連絡先交換して、最初のデートで結婚してくれって言ったんですよ。もう決めてるんで。はい。はあはあ、佐藤さんふざけないでくださいって言われて。はい、それはそうですよね。いきなりそれはなんか。ふざけてください。ふざけてないかとかね。ふざけてないんだけどって信じてもらえなかった。はい。で、2回目のデートで悔しかったんで、はい、結婚指輪買ってたんですよ、もう。2回目ですよ、ね。まだ付き合ってないですよ。はい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 、はい、僕はつけるって決めてるから、はい、持っといてくれ、はい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 、はい、結婚してほしいんだ、はい、決めてんだ、もうすごいストレートですね、決めてるんだと、やばい人ですね。俺決めてんだ。女性からしたら結構びっくりしますよ、ね、ですよね、正直言って。彼女がそう言ったんですよね、はい、分かりましたと。佐藤さんホームラン、じゃあ今年何本ホームラン打ちたいんですかって聞いてきたんですよ、はいはい、おで前年で4本だったんで、はいはいはい、4から15になったらすごいじゃないですか、あ、まあ、そうですね、もちろん15本打ちますって言って言ったら分かりました、はい、30本打ったら結婚してあげるって、わ、2倍や、2倍来たでこれ、2倍やって言ったんですよ、はい、でそのシーズンスタートして、はい、もう30本どうやったら打てるかって必死に考えて、はい、もう食事もトレーニングも打ち方 も、はい、もうパリーグのキャッチャーのデータ文字起こししたとか、はいはい、研究もしたりとか、はい、あらゆることをやって、はい、その年結果30本、うわかっこいいなぁ、そうで、厳密に言うと、オープン戦で25本、あ、オープン戦で5本打って、はい、本番で25本打って、はい、合わせで30本。合わせで30本。で、どうだって結婚してくれました。ちょっとズルですよ。いや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 、いや、入れてあげろって言って、それは。5本入れろ、それは。そう。だって、その時って2割9分とかですよね。4本から25本になったんですよ、シーズンは。まあ、そうですよ。すごいですよ。かついなぁ。だこれが、やっぱり彼女のおかげはありますよね。はい、なぜそんな一回、まあ、だって1回の表じゃないですか、あったばっかり。いいか、そうですね。なぜそんなにねえ、いや決めるんですよ。でも決めるって大事だと思いました。なるほど。できるかできないかじゃなくて、いや、もうできる。できる。決める。マインドですね。いや、そうっすよね。これはもうやる、ね、できるんだっていう気持ちの持ち主で、それで実際、だって結婚したいから俺は打つんだ。そうです。その後だったら愛の波動法 GG 佐藤はそこから来てるんですよ。なるほど。そこからなんや。愛の波動法。愛の波動法。GG 佐藤ね。言ってた言ってた。言ってたよ。何度も聞いたもんね。何度も言ってましたね。いや本当にあのプロ野球ファンからすると佐藤さんがね、はいはい、こう出てこれた時に気持ちいいとかねおっしゃってるじゃないですか。はい、元気なやっちゃなと思ってたんですよ。目指したがってね。ね、いや盛り上げてね、なんか雰囲気を盛り上げるみたいな感じのイメージがすごくありましたけれども、はい、でそっからですよね、もう多分皆さんあのね、いろんなところで聞かれてると思うんですけども、絶対聞かれちゃうね、本当に北京オリンピックじゃないですか、選ばれた時はどういうお気持ちでした？僕が行くと思ってなかったんですよ。あ、そうなんですか。もう追加で集められたんで、はいはい、あ、俺が行っていいのっていう感じです、はいはいはい、急に選ばれちゃったんで、はいはい、ただ勢いもすごかったし、絶好調だったんで、はい、心の中で、まあ俺しかいないよね、みたいな。自分もね、そうですよね。選ばざるを得ないよね。あ、なるほど。はいはいはい。そうですね、もう昔から、もう俗に言うその、明るい、まあ、悪く言うとお調子者みたいなタイプじゃないですか。いや、まあ、そっち系ですけど、はい、心は弱いですよ。内部ですよ。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ、メンタル的には。演じてるとこあるかもしれないです、ね。なるほど、はい。こういう俺だぜ、みたいなことやってますけれども。はい、でも、そのマインドをこうプラスに、こう、ポジティブ、ポジティブにして、で、北京オリンピック行くじゃないですか。でも、その時は本当に調子乗ってました。はい、もう、鼻を伸びきってましたよ、ね。打てるんだもん、ガンガン。打てるんすか、打てるんだもん、って。そうですね。すごい本当に、はい、もう僕も中継を聞いてて、
もうチャンスとかで回ってくると、はい、あよしよし佐藤いけるわみたいな思ってましたもん。だってオールスターまで21本ホームランだったんですよ。すごっ7月で、ね、そう7月前半すもんな。前半で21本打ってんですよ。そりゃ調子乗れますよ、ね、俺しかないやないかとなってますよね。星野そりゃそうだろうそうですね。と星野監督ですよね。ですよね。はい、でやってくるんですよね。あれですよね。あれが起きるんですよ。あのいやもう本当にもういろんなところ聞かれてると思うんですけど、理由って何なんですか。理由は様々あると思うんですよ。はい、いろんなことが、はいはい、でもただですね、本当に緊張しました。はい、僕プロに入るの遅かったし、はい、もう一生懸命やってたんですよ。はい、もちろん、はい、もう ね活躍するために、だから一生懸命やってたから、はい、オリンピックでも大丈夫だと思ったんですよ。はい、でもね、アメリカ、はい、キューバ、はい、韓国でした、ね、向き合った時はね、はい、今までない感じでしたね。うーわ、やべえとこ来ちゃったみたいな。あ、緊張感。今まであれですか、その日本代表になれたことはないですか。ない、もちろんだ、補欠ですもん、大学の時に。そうですよね。やっぱそれ経験してると経験してないってやっぱだいぶ違いますよね。多少ね違うんじゃないですかね。日の丸つけたことがあるなら、ね、そうですよね、初めてつけたんでこれかと、なんか重さを感じましたね。やっぱりシーズンの普通のシーズンの中でも大事な試合とかもあるじゃないですか、はい、そういうものともやっぱ比較にならない。別格でしたね。負けたら俺の準決勝韓国戦はしびれましたね。全身鳥肌でしたね。そっか、だってね、ラッキューされるじゃないですか、はい、記憶あるんですか。記憶はあります、うっすらありますね。はい、なるほど。落とした瞬間ってどう思いました。いや、落とした瞬間はどうですかね。韓国ベンチに帰りたかったですね日本の方じゃなくてもうね、帰りづらい。そうですよね。そのね、あの誰しもミスってあるじゃないですか、はい、でもあの場のミスってもうマジでもう、いやいや、もうベンチ帰れないですよ、ね、本当に申し訳なさすぎて。なるほど。で、星野監督もサングラスの奥の怖いデビルになってて。めっちゃいじってる。マジで怖いですよ。監督もね、信頼してたし。いや、そうですよね。で、コーチも山本コーチ。山本。田淵コーチ。そこで、お金さんになったんですね。三大武将、その分みたいな。豪傑がそうです。プロ野球界の。そうですよね。怖い。誰にも相談できないし、もう怖かったですね。これね、こう、落として、なんとかそのね、会終えるじゃないですか。戻るじゃないですか。はい、チームメイトたちはどうだったんですか。声というかな。いや、誰も声かけてこなかったんですけど、はい、試合終わった後は、はい、安倍晋之助と森野が同級生なんで、はいはい、肩をこう貸してくれて、気にするなとお前のせいじゃないよって言ってくれました。わあ、感動的ですね。なんかいろんなね、スポーツ中継とか見てても、うん、誰かがミスした後に、うん、そのチームメイトがこう寄り添ってる姿見ると、やっぱ僕ら好きなんですごいなんか胸熱なんですよ。そう、ファンだと、あ、なんか喋ってるみたいな、うん、声かけてんだなみたいなところ。でも全員が全員じゃないんですよね。ないですし、その優しい声すらも入ってこないですね。それすらももう誰の声も、もうシャットアウトしたくて、よりそういう優しさも、本当は持ってねえんじゃねえのとか、被害者になっちゃうんで。なるほど。受け入れられないですよ、全てが。なるほど、なるほど。もう消えてなくなりたかったですね。で、もう一回チャンス来るじゃないですか。はい。チャンスいらなかったんですけどね。あ、そうなんですか。で、その準決勝負けた夜に、はい、安倍とまた森野が誘ってくれたんですよ、はいはい、で軽くお酒飲んで、はい、もうじいじい明日は出ないからと、はい、あ、なるほど、こんなエラーしたらお前使うわけないから、はい、明日はゆっくり休んどけど、はい、しっかり応援しろよって、はい、そうだよな、うん、出ないよな明日って思うじゃないですか、はい、で朝起きて、はい、メンバー表見たら、はい、名前があったんですよ嘘だろって言われて昨日のコンビ、昨日の張り同じやつ当てるじゃないかみたいなね、張り替えろよ忘れたやった同じ昨日のやつ当てんじゃねえかそうなんですね、もう一回やってやろうじゃないんですね。で見てアメリカ戦今日じゃんみたいな嘘だろみたいなあ、そうなんですね。うもう一回やってやろうっつって臨んだんだと思ってた。いや、出たくない、もう無理ですよ。もう俺には無理だと思いました。もう無理みたいな。監督的にはよし挽回しろよみたいなところなんですかね。星野さんが後から聞いたら、はい、ジジイ佐藤の野球人生をダメにしたくないと、はい、だから俺はすぐチャンスを与えたんだっていうのを聞いて、はい、
なんか準備不足だったのも申し訳なかったなと思いましたし、そこからもう無理やりスイッチ入れましたよ。よし行くぞ行くぞとやるぞやるぞと。で差し込まれた部分もあったし、もうすげえ準備不足でしたね。いきなり舞台上げられたみたいな。はい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 。ね、そうですね。ちょっと何もできなくなっちゃいますよね。そうそうそう、あーってやんなきゃいけないから。でなのでそう焦って、まあ、こう逆スイッチが入ってるんで、はいはいはい、中島に任せてもいいフライだったのをどかして、はい、そっか、もう裏目裏目に行っちゃったんですよね。か行かなきゃいいのにそこ、スイッチ入っちゃってるの、逆に入っちゃってるから、どけっつって。いつも通りの冷静だったら多分そうなってないかもしれないですね。取りに行かないですね。どうぞ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 取ってください。取ってください。あ、なるほど。そうなんです。でどけって言ってラッキューじゃないですか、はい、その時の気持ち。グローパカパカしますよ。こいつがダメなんじゃないか。穴でもあげるなんで取れないの。全然あれっつって今までのその野球人生の中でもそういったような感じってあんまなかったいやないだって、これは取れますよ。どう考えるさすがに。本当に気持ちとかメンタルとかやっぱ影響してる、ね、影響してるんでしょうね。あれは信じられなかったですね、取れなかったのが。なるほど、はい。でそこから日本にね帰国されるわけじゃないですか。当時のそのマスコミとかファンの方たちからのその声っていうのは届きました、うん、でその情報がなかったんですけど、はい、帰りの飛行機で、はい、アナだったかな、はい、スポーツ新聞がやっぱり、はいはい、あって、はい、そこで GG さんとエラーっていうのをこんなどでかく載ってて、はい、これはとんでもないことやっちゃったなって、はい、その時分かりましたね、で携帯もない、 iPhone とかないですから、はい、そうか、どうして情報が入ってこないですよ。新聞しかないんです。はいはいはい、なるほど。で、くっつくじゃないですか。で、新聞が誹謗中傷する時代だった、はい、そうですよね。論調も強いですよね。いい佐藤。エラーの E だ。G を E に変えて、いい佐藤。ひどい。これはひどい。うん、永久戦犯みたいなところに書いてあるとか、そうですね。書いてありましたね、当時は。で、空港出たら、はい、行った時のもう3倍、4倍、4倍の記者がいて、はい、もうびっくりするぐらいシャッター浴びましたね。バシャバシャバシャって。はい、本当にまるで犯罪を犯したかのように。そんな扱いだよな。フラッシュ叩かれますもんね、はい、いやびっくりしましたね。ミスされたスポーツ選手ってそうですよね。そうだよね。で生卵投げられるかもしれないから、はいはい、空港でね、はい、でなんか宮本キャプテンが、はい、お前ら囲えって囲ってくれて、はいはいはい、まあ結局飛んでこなかったんですけど、投げてこいやと思いましたけどね。じゃあ逆に、それはパス取ってやる。このキャッチはね、ちゃんとするぞ。ザキンちゃんね。それ落としても面白いですね。どっちにしろ面白いですね。なるほどな。いやだってサッカーとかでも生卵ぶつけられてましたからね。ジョーさんね、そうですよ、ジョーさん言ってありましたもん。だって野球とかサッカーってやっぱほら国民的なスポーツだから高ぶりというか、そういうのが強いですよね。みんなで日本のためにやったわけなのにって話もするから。でそっから元のねライオンズ戻って野球選手の普通の生活に戻るじゃないですか、はい、メンタル的にはどうだったんですか。いやちょっとやっぱ落ちてたんですけど、その時は妻の一言とあと球場のファンの人に救われましたね。はい、妻からはどういう。妻は、はい、僕死にたいってメール送ったんですよ、はい、試合終わった後に、はい、返信なかったんですよ、うん、やっぱ返信欲しいじゃないですか、はい、大丈夫とか、はいはいはい、何もなかったんですけど、はい、で帰国して初めて会った時に、はい、なんか無言で抱きしめてくれて、はい、で一言何があってもあなたは私のヒーローだよって言ってくれたのがなんかこう救われたなみたいな。もう一回頑張ろうね。はい、やっぱりなんか泣きそうになってきた。ねえ、うん、めっちゃ感動する。ちょっとこの話何があってもあなたは私のヒーローだよ。そしてファンの方からはどういった。ファンはですね、はい、どんな時もプラカードいっぱい掲げてくれて、はいはいはい、どんな時も GG 俺たちの GG だとか素晴らしい応援し続けるとか、うん、もう GG 応援するいっぱいあった、はいはい、それを見た時にいやもう一回頑張ろうと思いました、はい、そっか、ね、優しかったですね。誹謗中傷もされるけどその分いい声っていうのもね、うん、やっぱいやもっとブーイングされるからと思ったんですけど、ブーイング全然なくて、むしろ GG ってフライ取れるのかなって雰囲気があっちゃった取れますよ。やっぱ来るわけじゃないですかね。その1回目のフライってやっぱ緊張するんですか、普通に戻った時も。それがですね、3回の表に、はい、平凡なライトフライが飛んできました、はい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 、上がった瞬間、はいはい、球場静まり返ったバーンみたいな。取った取った瞬間大感覚ジンジン取ったみたいな。取れるよ取れるからちゃんといやー、多分、ね、すごいな。プロ野球史上のイージーフライで大歓声浴びたのは僕しかいない。
え、でも監督とかは渡辺監督ですね、はい、その時、はい、なんか言葉とか、いや鍋さんは特に、はい、他の人は腫れ物に触るような感じだったんですけど、はい、鍋さんだけはこういつも通り接してくれたんですよね。全然行くぞと、今日も、はいはいはい、いつも通り行くぞ、信じてるぞみたいなこと言ってくれて、わいい、もう、はい、いつも通り接してくれたの嬉しかったですね、はい、もうそのフライを取った後に、はい、西武ドームが北京の空に見えましたって、はいはい、一瞬見えましたって言ったら、はいはい、鍋さんからめちゃくちゃ怒られました。まだ早い、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 まだ早いけるかなって思ったんですよ、ね、もういけるワールドとしていいですもん、ね、もうこれ払拭っていう感じいいじゃないですか、それはね、まるで決めてたかのような怒られました、怒られました、まだ早いぞってもうちょっとね、魔王家みたいな、いや面白いですね、いや本当に波乱万丈ですよね、プロ野球選手の中でもね。で、そっからですよ、戻ってこられて、はい、成績的にはどうなっていくんですか。でその年はまあ活躍して、はい、その次の年も活躍したんですよね、はいはいはい、でそこから怪我とかなって活躍、はい、あんま長くは活躍できなかったんですけど、はい、怪我はどこの怪我。怪我は肩ですかね、肩、両肩と両肘、はい、もう全部手術してるんで、はい、やっぱりプロ野球選手ってどっか故障されてしまうと、うん、そこをかばうからやっぱ成績落ちるんですか。もう元に戻らなくなるんですか。手術すると感覚もちょっと違うんですよね、なんかフィーリングというか、なるほど、ちょっとなんか感覚が違ってきて、ボールの投げ方も違ってくるし、はいはいはい、打つ方もなんか変わってきましたね。本当にもうにわかファンで申し訳ないんですけど、ファン目線でねこう見てると、はい、本当に急に成績落ちたりされるじゃないですか。だからそれは怪我の影響なんですか。うん、怪我もあるし、やっぱ大人もあるんですよ。年齢によって急に衰えるガクッとくることもあるんで、6割中村とか栗山とか40超えても活躍する。そうですね。すごいな。4番とか打ってますもんね。打ってますよね。そうですよね。若手だらしないですよね。正直今年はかなり悲しい思いを、はい、ですよね、借金も20ぐらいいってしまってますからね。40代が 3,4 番並んでるんですよ、はいはいはい、そうなんですよね。俺もまだいけんじゃねえか。佐藤さん行きましょうよ、今のメンバーで。いや、ワンちゃんでええんじゃねえか。救ってほしいですよ、本当に。アギラより俺なんか打ちますよ、これ。言いましたね、全くね、打たないです。面白かったっすけどね。面白かった、で、綺麗に落としましょう。またって言うなよ。佐藤さんのね、こう歴史をですね、いろいろとお話しいただいたんですけども、うん、やっぱりこうね、球界の裏話じゃないですけど、うん、はいはい、なんか話せる範囲でいいんで、なんか面白話とかこぼれ話とかあったりします。どんなのがいいですかね。どうですかね。乗っちゃいけない車種があるとか、車、球団によって縁起が悪い車種とか面白い、ライオンズは BMW に乗ると成績落ちるっていう。何ですか、その都市伝説みたいじゃないですか。 BMW にそれ怒られて大丈夫ですか。いいか、別に、まあ、大丈夫じゃないですか。もしあれでしたら P 入れますし、はい、で伊藤監督、はい、で芸人の時もずっとレギュラーだったじゃないですか、はい、でずっとレギュラーだったのに、はい、BM に乗った年だけ怪我したらしいんですよ。で活躍できなくて、鉄壁の一つも落ちた、はい、そうです、あの人ですら怪我したと。怪我した。だから BM に乗ると怪我するとか調子が落ちるっていう、はい、歴代そういうのがあって、で栗山が乗ってたんですよ、はい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 、BM になる、はいはい、で乗ってる時は全然活躍できなかったんですよ、はい、でベンツに変えてからレギュラーになったんで、はい、それなんかあるのかな、そういうの面白いぞ。そういうのもあるんで、はい、BM 乗ってる人本当ライオンズの球場行ってみてください。いないですよ。いないんだ。いないです。佐藤さん何乗られてるんですか。僕はコルベットっていうアメ車が好きだった。チャレーチャレーな。車わかんないけど、アメ車なんじゃないですよ、かっこいいっすよ。アメ車に、ね、アメリカに行った時に、はい、フロリダで見たんですよ、はい、コルベット、はい、これを乗れるように頑張ろうと思った夢を叶えましたね。はい、はい、男はね、うん、車とかやっぱかっこいいの乗りたいからっていうね、はい、頑張りたいですもん ね。でライオンズの時はそういうのがあって、例えば他の球団でも変わったルールというか、ロッテもあるんですよ、乗っちゃいけない車があって。あら、いいっすか。ロッテはポルシェが縁起悪いなんでですか。なんですか、それは。元をたどると、はい、なんか犯罪しちゃった方がいるのかな、もう OB の方、地面とね、はい、その方が乗ってたらしくて、はい、でその人あれか、トレードか、そうか、乗ると、はい、ポルシェに乗るとその人も出たのかな、トレードになるか、戦力外通告になるみたいな、
チームから出されてしまうと、出されてしまうと、で怪我もするみたいなジンクスがあって、ポルシェはダメなんですよ。それに一人果敢にトライした男がいて、おチャレンジャー、その呪縛を取ってやると、はい、大松っていう選手がいて、大松選手いましたね、あいつがもう絶好調、レギュラーの時に俺が呪縛取るって言って、はい、ポルシェに乗ったんですよ。その次の年から成績ガタ落ち、はい、いや怖ー、それで怪我もしたんですよ。で結局ヤクルトにまた戦力外通告になっちゃったんで、左に長打打てる打者でした、大松選手って。それ行くとロッテの球場行くと、はい、ポルシェ多分ほとんどいないんだ。なんだ、原価継ぎの世界だって言いますけど、はい、まさに車でそういうのがプロ野球は結構そういうのあるんですよ。はい、あれ所属してたチームのことしかやっぱ分からないですか、その他の球団ちょっと分からないですね。でもあるんじゃないかなと思うんですよね。各チームありそうですよ ね、 なんかね。でもやっぱね、先ほど言ってたように演技担ぐ世界じゃないですか、うん、なんかありました、ジジさんの中での演技というか、これやっとこうみたいな。マネマンとか気にしますよね。いや、まあ、そうですよね。そこはありますよね。どの世界でもありますよね、はい、やっぱりね。大事な勝負の前この子だな、みたいな。クライマックスシリーズの前この子だな。ありますよね。あります、あります。ありますよね。そういうのはね。この子に手出しちゃったから、あれちょっと滑ったなと思いますよね。このことした次の日打てなかったら、この子ですね、やめようって。最低ですけどね。いいですね。ジミーさんめちゃくちゃ面白いですね、やっぱり。ありますよね。そういうのあります、うん。あと、バッターボックスに入ってドキドキするわけじゃないですか。はい、でもそこで応援がガーって来てる時に、はい、やっぱカーンって打つとやっぱ気持ちよかったりするわけ。うん、なんか一番気持ちよかった打席みたいな。うわ、やったったぜみたいな、なんか。てか、年に何回かゾーンっていう状態に入るときって本当にあって、もう調子もいいし、集中もしてると、はい、なんか無音になるんですよね。はい、何も聞こえない、なんか、無の世界に入るときがあるんですよ。はい、そうなんですか。その時バッターボックス入って向き合った瞬間に、はい、あ、もう打てるって、もうイメージ、わ、かっこいい。こう来て、こうなって、こうなって、全部なんか見えるんですよ。イメージ。はい。もうイメージが湧いて、もうその通り実際起きるんですよね。そういう、その状態には何回か入ったことありますね。これあの、サッカー選手のジョーさんが来ていただいたときに、はい、同じようなことをおっしゃって、あ、本当ですか、いらっしゃいまして、ジョーさん打つじゃないですか、もう入るとき分かるから、うん、もうゴールの方見ずにもうガッツポーズしてるんですって、うん、見えるらしいんですよ、この軌道通りに、もうこの金色に光るらしいんですよ。あ、分かるんですね、はい、って言ってたんで、今ジジさんがね、似たようなことをおっしゃられたんで、やっぱそうなんだって、うん、それがゾーンなんですね。そのゾーンに入ることはありますね、はい、ただですね、打ってもね、気持ちくないです。あ、そうなんですか。もう嬉しいのは5秒後ぐらいまでなんですよ。はいはいはい。もう5秒経って次の打席のこと考えなきゃいけないので、また不安にからわれるんですよ。次打てるかな。過酷ですね。なるほど。やったーなんて、もうずっと喜んでらんないですよ。あ、そうなんですね。はい、次どうやって打てるかな。まあ、次どうやって打てるかなしか考えてない。その今日が襲ってくるんで。はい。それもちろん人によってですよね。人によってですけど、まあ、そんなにガンガン打てるわけじゃないんで、みんなその心配はしてると思いますけどね。はい、あの、現役の時の秋山さん、ね、バク転でホームランするじゃないですか。はい、秋山さんメンタル強いんですか、あの、ね。まあ、強そうですね、秋山さん。ね、だって、その5秒後には次の打席のこと考えないといけないのに、はい、ね、走って、ホームの前でバク転じゃないですか、はい。広島との日本シリーズだったから、ね、87年とかだったよね、うん、あれはね。で、サヨナラホームランとかならね、まだいいですけど、ね、あ、そっかそっか。その日はとりあえず終わりなんで、ね。終わりだから、とりあえず。最後の打席とか、もう大量リードしてても、うん、最後の打席とかだったら気楽で、パーンって打ったらよし、もう明日までは打席がないから、そうですね。なるわけですよね、はい。試合中はいつも不安ですね。次打てるかどうかっていうのは。だからこそのヒーローインタビューでのキモティーなんですね。キモティーなんですよ。もう今日終わったから気持ちいい。だいたい試合前から考えてますけどね。あ、考えてますか、はい、そうなんですか。5月5日、今日子供の日かと思えば、はいはいはい、今日上がったらちょっと子供にメッセージ送ろうかなとか。これはすごいサービス精神ですね。考えながらやってますね。あ、そうなんですね、はい。コメントも含めて。だってそこはあんまね、全然考えてない選手の方もいらっしゃいますもんね。だからお立ちで上がれないと思うんですよね。あ、イメージしてないから。そうか。なるほど。なんか、ね、選手によっては、ちょっとなんか、そっけないというか、うんうん、なんかね、怒ってんのかなっていうのも、うん、ね、いますよね。よくないっすよね、お立ち台ね。みんなやっぱ喜びをね、はい、伝えてほしいっすよね。そうなんですよ。あんなどんな感じだったんだろうって聞きたいですからね、うん、選手もやっぱり。ファンサービスした方がいいっすよね。そういえば最近あんまりね、うん、助っ人の方以外、あんまりなくないっすか。普通ですよね、今の形ね、うん。うん、確かに。あんまやる、球団によってなんかあるんですか、まあ、やると、相手に、そう、なんか、調整にも、また明日も試合あるんで、やりにくいのはやりにくいっすよね。
なんであいつみたいな、あいつ絶対出すなよみたいな。こっちも思うんで、調子乗ってるやついたら。そう思うんですか。まあ、あいつ調子、気持ちいいとか言ってるやついたら、多分ムカつくと思うんで。いやいやいや、相手側から考えたんですよ。あいつ絶対出すなみたいな。絶対言われてましたよ、ね。言われてました。叫んなあいつだみたいな。GG だけ出すな。絶対終わりますよ。え、やっぱりその駆け引きみたいなのってあると思うんですけど、あいつムカつくからちょっとねギリギリのとこ行ったろうとかあるんすかね、やっぱりっていうのはなんかね余裕であります。あります、余裕であるんすか。打ち始めた新人はインコース攻め、もうオンパレードです。こっちを意識させんの、はい、ガンガン来ますよ。やっぱ勝負の世界なんで、はい、それはありますよ、ね。当てるとかありますよ。踏み込ませないように。うわー、怖ー、怖いわー、もうだね。でも、だって、頭嫌ですもんね。痛いっすよ。そうですよね、はい、本当に。一個早めに当たるとラッキーっすけどね、その日は。なるほど。二個目はやっぱ当てづらいんで。はいはいはい、外に狙い、外狙いやすくなるんですよね。はい。1打席目とかデッドボールだと結構その日は打ちやす、はい、逆に打ちやすくなったりするんで。そうなんだ、はい、それも駆け引きですもんね、はい、言ってみたら、うん、そうか、ピッチャーとバッターの、うん、で、あ、手当てとかありますよね、あ、手当ててめえみたいなとか怒る選手もいますけど、はいはい、僕あんまそれ怒ったことなくてですね、はい、俺がすごすぎてごめんねって言って、はい、すごいキャラ、キャラ立ってますね、もう調子者ですね。俺がすごすぎてごめんねみたいな、インコース使わざるを得ないよねお前みたいなものが。そんな GG さんが苦手とした投手っていらっしゃるんですか。これがですね、はい、ダルビッシュさん。ああ、なるほど。やっぱあいつ銀河系1ですよ。あいつやべえ。マジっすか。すげえ。マジっすか。そうなんですか。もうすごいっす。何がすごいっすか。吸収です。吸収がとにかく多いんですよ。読めないんだ。読めない。データが当てはまらない。あ、前回スライダーが多くてもスライダー投げてこないんですよ、はい、うわ、そうなんですか。で、投げてくるボールが全部一級品なんで、読めない。全てが一級品、手も足も出ないですよ。銀河系っすね。銀河系銀河系一と活躍するでね。あいつがやっぱすごいのは危険察知能力がすごくて、こう向き合った瞬間にこっちがスライダー狙ってるじゃないですか、はいはいはい、あ、バレたなって分かるんですよね、駆け引きなんで。あ、もうなんかね、察知能力があるんですよ。はっはっは。俺がスライダー狙ってるってあいつ分かったなって。なるほど。それはもう仕草ですか。なんかね、読み取られたのが分かるんですよね、この駆け引きの中で、この空間で。これをこんなボール来るわけないっていうボールを狙うと逆に来るんですよね。あ、そう、はい。すごいレベルの高い勝負ですね。あの人ね、本当危険察知能力すごいと思います。すごいですね。はい、でこの瞬間でも変えるらしいです。あ、ね、タイミング合ってると思ったら、ギュッと。もうリリースの瞬間で変えるらしいです。すごっ。まあ、タイミング合ってると思うと一瞬変わるらしい。わわわわ、はい、それは打てないですね。できないですよね、普通ね。普通できないです。いや、すごい。すごいらしいです。もうすごい。タイミング合ってると分かると、キュッと変えるぞ、ちょっと。検索で。すごいっすね。はい、面白い。顔もいいでしょ。顔もいいです。勝てるとこなんもねえっすよ。靴では別に勝負してないでしょ。お調子者では勝ってる。そこは1位ですから、大丈夫です。面白さでは勝ってるんで。勝ってます。完全に勝ってますよ、これは。え、逆にチームメイトではどうなんですか。こいつはすごかったな、みたいな。あー、もういっぱい、やっぱカブレラですかね、バッティング。カブレラ。アレックス・カブレラ。はい。絶対ですよね。もう絶対打ちそうな感じでね、うん、打席やってますもんね。地蔵までできましたもんね。地蔵、これが地蔵できましたね。セーブドームに。あと和田さんとかですか、ね。ああ、和田選手5番打ってましたよね。中日に行きましたけど、和田さんも結構ナイーブな人で、そうなんですか。打てない時あるんですよ、結構。あ、そうなんですか。はい、そうそう、結構気持ちが落ちるんですけど、あるシーズン落ちてる時があって、はいはいはい、で急に。GG 俺今日から大丈夫だとか言い出して、なんで大丈夫かなと思ったら宅急便が届いたんですよ。そしたら結構でかい箱の中から小田さん宛てに届いて、小田さんが出してきたのが木彫りの観音像が届いて、超オカルトじゃないですか。新人部下でなんかすがりたかったんでしょうね、箱物みたいな、それロッカーに置いていいですね。やりだした。もうその時間打ち始めた。打つんかい。打つんかい。欲しいな、それ。3割5分ぐらい打ってました。すげえ。すごいですよね。はい、強打の、はい、ね。小田さんでもすがるんだと。めちゃくちゃ。いろんな人いますよ。変わってるなーとか、なんかいらっしゃいます野球選手で。変わってる。こいつ変だなーとか。一番エロい人。エロい話とかします？一番エロい人。あの、チームメイトで、当時のチームメイトで。これ難しいな、エロい人。P 入れるんで、もしあれでしたら、一番エロかった人誰ですか？あ、チンコでかいっす。
今日も一発やってるじゃないですか。見たんすか、佐藤。いや、お風呂やっぱ近いんで。あ、なるほど。あいつ、なんかライオンズの風呂の、はい、はい、椅子、はい、結構低い、はい、昔の戦闘タイプの、はい、ああ低いっすね、はいはいはい、で座ってるといきなりあちって言い出したんですよ、あいつ、はい、そういうことか、ついて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 湯船がこぼれてるあちって椅子の規格外のデカさだったんですか、これはもうすげえあちってどうしたら、ごめんついてましたうわ面白いな、いや、はい、いやそういうお話絶対こっちわかんないですからね、めちゃくちゃ面白いな、はいはい、だって僕多分友達に言っちゃいますしね、はい、あのチンコでかいらしいよ俺もだって今後見たらあの人チンコでかいのにバタボク立ってるんだって思いますもん、なんかこれはピー入れてほしいです、これもちろんピー入れます、絶対ピーですよ、真珠入れてる人とかね、えいらっしゃるんですか、はい、昔の選手、昔の選手、今は少ないでしょうけど、はい、昔の方は確かに信じれてるんですよね、はい、強度ちょっと完全にピー入れるんで、おえあのあそうなんですか、あの清原選手が支持したという、はいはい、なんか信じれてるんだそうなんですね、信じれてる、ほとんど風呂入んないですね、あ見せたくないんでしょうね、多分ね、そうなんですね、まあ、そうですよね、はい、あねえ確かにどんどん真珠入れたらすごいっすよね、昔すごいっすね、ですよね、入れてもらうんすもんね、もちろんね、はい、誰かにね、入れてもらうんじゃ痛いっすよね、痛いっすよね、あれ本当にでも強く なるの、え気持ちよくさせられるんじゃないですか、そこ当たって分かんないっす、そっちじゃないですか、ね、分かんないですけどボコボコ作るから、あそうっすよね、 あ何個も入ってるんですもんね、もちろんね、うわすごい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやまさかねチンコの話聞けると思ってなかった、思わなかった、いやいやいや、でモテますよね、やっぱりモテますよね、誘惑じゃないですよ、はい、そういうのもそうですよね、僕やっぱ1年目にキャンプの時に、はいはい部屋電が鳴ったんですよ、急にほうホテルのね、はい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 、フロントからで、はい、女性の方から電話ですけど繋ぎますかって言われたんで、はい、プロ1年目だし、はい、ちょっと分かんないし、はい、繋いでくださいって言ったら、はいはいはい、あの GG さんファンなんです、はい、明日、はい、あのキャンプ地に球場に行くんで、はい、私を見定めてくださいって、はい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 、わかりました、わかりましたって言ってる、ちょっとわかんないですから、わかりました、わかりました、切ってでもちょっとテンション上がっちゃう、明日会えるみたいいいですね、全然寝れなくて想像しますもんね、めっちゃ可愛かったどうしようからみたいな、ちょっと厚めのシャワーなんかあったしっかり洗って匂いが何をしようみたいな、実際どうやったんですか、でもキョロ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 しちゃって、はいはいはい、でも全然野球集中できなくて、はい、見つかんないで、ね、で見つかんなかったんですよ、はいはいはい、であいねえじゃんと思ったら、はいはいはい、帰りのバスに乗ったら、はい、奥の方で、はい、昨日の電話が、はい、これ私だよ、私、はいはい、あの子かと思ってすっげえよく見たんですよ、はいはい、そしたら結構可愛くて、えおで結局丸ってサイン出して、はい、それで夜会いました、うんなんだよ、何だよ、会うなよ、会うなよこれはノーカットだよ、これはノーカットでいいんだよ、でも OK、 ピアしてピアしてあ面白い、モテるな、野球でいや、モテますね、モテるじゃんって思いましたね、いや、モテるね、モテないってもちろん思いますよ、うん、やっぱり次元違うし、もうそうそう、本当にプロスポーツの憧れでしかないだろうね、だってもう若い時からやっぱり活躍できれば、はい、それそのね、お金もやっぱもらえるわけですし、まあね、車もあるし、うん、モテますよね、そこまでやっぱ苦労してたし持てなかったんで、はいはい、もう取り戻そうと思って、はい、必死に、そうかそうか、はい、一生懸命 ねアメリカで10万円ですから、苦労した時代があったから青春をここでみたいな、ここ取り戻そうと思って、はい、この丸の時のスタートさんの顔見たかったっすね、みたいね、エロすごい顔してた、気持ちいい顔して、気持ちいいとさせるよみたいなどんどんしょうもない話してちゃうんですけど、なんか、ね、当時の、はい、当時、いやちょっと前かな、その佐藤さんが活躍するちょっと前の選手たちって、なんで野球選手って服ダサいんですか、あれ副作用らしいっすね、なんかどういうことですか、何かを選手としてできるよね、何かこの返しは副作用って、めちゃくちゃ面白い
じゃないですか。何すか、何のピザですか。野球のうまい代わりに。そういうことなんですね。神様に与えられなかったですよ。荷物を与えずにですね。お前野球うまくてもいいけど、ダサいよくてもいいよ、お前。今はだいぶ変わったけど、いや、でも中にはいらっしゃるじゃないですか。わかるわかる。独特な格好さね。あれは全部副作用なんですよ。名言だもんこれ。面白い。本当名言だこれは。ここからですね、はいはい、いろいろなお話をですね、していただこうかなと思ってるんですけど、ね、ちょっとトピックとしましては、どのような感じでお話ししていきましょうかね、はい、最初になんか買った拷問器具みたいなところから聞いてみましょうかね。そうですね、なんかそう、拷問器具との出会いといいますか、どういう目覚め、そうそう、やっぱ興味はあるじゃない。もちろんもちろん、なんかね、こう本とかでも、まあ、読んだことありますよ。そう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 、世界の拷問とか本、僕も読んだことありますし、うん、あ、結構面白そう、面白そうっていろんなあったんだなと思いますけど、うん、でもそれを集めようとはやっぱ思わないんですよ。そうですか、はい、今もう意見が分かりました。いや、私は集めたいと。いや、でも確かに、まあ、はいはい、僕自身もその物が手に入るとは思っていなかったんで、はいはいはい、おっしゃっていただいた通り、はい、コンビニ本とかでもね、結構あったりするんですけど、はい、僕自体はその結構昔からですね、コミックとか、はい、小説、はい、映画、はい、でやっぱり拷問シーンとかあったりするとき、はい、特に中世のシーンですね、はい、でこんなのがあるんだふーんぐらいだったんですけど、はい、ちょっとある転機がございまして、はい、オーダーメイドで拷問器具作ってる人と出会ったんですよ、はい、あ、なるほど、あなたのお好みの、そう、あなただけの拷問、どこで出会うんですか、そんなこと。ああ、もう今は X ですけど、ツイッター。ああ、ツイッター上で。で、あ、いるんだと思いまして、はい、ちょっと、で悩みながらお話ししたら、結構意気投合しまして、はい、じゃあ作りますっていう風になって、当時ね、はい、半年待ちだったんですよ。ああ、できるか。そうです。で、それを注文して、実際に物語の中でしか知らなかったものが、目の前に物として存在することの圧倒的な、まあ、その、当てられまして、それに。はい、なるほど。ちゃんとちょっと集めようかなと思って、調べ始めたのがきっかけ。最初そのオーダーメイドで頼んだのってどんなものなんですか。こちらにある、おー、あるかい、ね、これはじゃ あこれ野賀坂さんのオーダーメイド、これオーダーメイドですね、世界に一つだけの拷問器具、ここの部分だけは自分デザインなんですけど、これ自身は普通に、まあ、中世ヨーロッパで使われていた拷問器具 の、まあ、レプリカです。レプリカ、はい、なります。でも何に使う拷問なんですか、これ、はい、あ、これ結構拷問界では、まあ、4番バッター的な、拷問界の4番バッター割と有名な方なんですよ、はい、こうここのハンドルを回すとこう開いていくんです。あ、本当だ。あ、どっかに入れんねや。そうですね。これな、何をするんですか、これで。これで要するに人体の穴という穴に挿入して開いていって、まあ、傷つけていくというか。うわ、じゃあこれちょうどいいですね、今 G なんで肛門にちょっとやるか、そんなもん。ちょうどよくなーじゃないの。ちゃんと俺の字は俺の先生が見てくれてるのちゃんと。なんか、ね、私も地主なんですよ。あら、そうなんですね。気持ちはわかります、気持ちはわかります、ね、でも辛い。これを初めて手に入れて、そうですね、まあいいなと、これすごいなと思いまして、で割とこれが手に入ったよってことを友人間とか知り合いの話に言うと、みんな見に来るんですよ。おまあまあ興味はね、どんなものなんだっていうのはありますけど、そうですよね、物が触れるのか見えるのかっ って結構来て、はいはいはい、あ、これ結構その見たい人いるんだなっていうものはその時に思ったんですけど、はいはい、でちょっと階段を話させてもらう機会があった時に、はい、自分の肩書きをどうするかなと思った時に、拷問器具収集家っていう風に言ったら、まあ、パンチ強いですよね、インパクトがあるなと、パンチ強いですよね、実際こうやって呼んでいただいて、ありがとうございます、被らないですからね、他ともね、よし行こうっていう、結構、はい、ちょっとそういうなんかあんまりよろしくない、ちょっとねそういうまあなんか欲から、いや、まあ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 、でもね、あのパンチが強いね、名前とか ねキャッチコピーも覚えてもらいやすいから、うん、いいんじゃないですか、ね、で当時はやっぱ、はい、まだそんなに実は実物持ってなかったんですよ、はいはいはい、でこちらメインだったんですが、はい、まあ、他何点かそれっぽいもの、はい、代用できるものがたくさんありまして、はい、それで持ってたんですが、はい、そこから名乗らせていただいてる以上はやっぱり集めないと、とそう、しかも昔から欲しかったんで、はいはいはい、調べていくうちに偶然ちょっとオーストリアの方の古物商と繋がりまして、はい、すごい繋がりが、何ですかその繋がり方、オーストリアの古物商、ね、オーストリアの古物商と繋がらないですよ、なかなかないですよ、いや、なんでかなって、いやでも奇跡だなと思うんですけど、はい、その人が
よくあの、ヘイ、ヌガザカ、いいものが手に入ったぜって言って。そんなベタに。いや、ヘイ、ヌガザカ。結構丁寧に。最近はラフに話して見てるんですけど、その方から連絡が来て、はい、で、あの、博物館とかから放出されたものとか。ああ、そう。割とね、個人が持ってたような、あのコレクターが持ってたものを流通してもらうようになって、いくつか実物が手に入って。はい、実物が手に入った。もうこれでもう名実ともにコレクション、まあ、コレクターと名前がね、言えるなと思ったんですけど。これ、単純になんですけど、これレプリカじゃないですか。ね、こちら、これいいですか、触っても。あ、どうぞ、もう全部 OK です。これじゃないですか。え、ご自身で使いました？あ、僕は自分で買った拷問器具は全部試します、自分で。これはどこに入れたんですか？お口です。わあ、いや、口を広げるのに、あ、一番無難なところですよね。というか、これ普通にですね、はい、英語の名前でね、チョークペアっていう別名があるんですよ。はいはいはい、あのチョークスリーパーのチョーク。はい、窒息。窒息だ。で、はい、ペアっていうのが、その、梨って意味なんですよ。これ、苦悩の梨って名前なんで。あ、へぇー。梨ね。洋梨に。洋梨だ。ああ、そういうことなんですね。昔の人はなかなかセンスがあるなと思うんですけど、ね、で、まあ、ちょっとね、こじゃれた感じで。で、まあ、なんで、口にも当然使っていたっていうことも言われているので、はいはい、まあ、ちょっとやってみようと思って。はいはい、どうでした？なんともなくて、あ、意外となんともないなと思ったから、あ、なんだ、あ、急に。急に来るんですね。ま、あの、0と1なんですよ。急に来るんです。怖っ！で、イエってなって、そのまま出して、はい、もう痛くて、はい、あの、次の日に、歯医者、口腔外科のある、行きつけの歯医者に。今回は何で来たんですかって、何て言うんですか、それ。で、そこで、あ、野田さん、あれ、今日はどうしたんですかって言ったら、ちょっと。言えないですよ、ね。言えない。拷問器具試しましたって言われて。やばいですもんね。で、そしたら、顎関節症って。うわぁ、一撃で。右側だけですね。でやば。やっぱりそういう本当に拷問として効果があるもの、実際のものですよね。本当にね。レプリカではあるもの、うん。本当に危ないことが分かったんです。なるほど。やっぱ人に試したりとかですね、その、経験っていうか、こうやって、こういったあの、イベントで体験されることが多い以上は、はい、自分でどこまでやばいのか、はいはい。ああ、そっかそっか。テストを。そうね、テストしないといけないんで。なるほど、ね。必ず試しはするんですけれども、これはちょっと本当に、あの、実害があったんで。なるほど。危険な拷問器具ですね。危ないもんですよ。すごいですね。皆さんもう気をつけた方がいいですよ。使わないですよ。手に入らないですから。いやいやそんなこと。え、他には何かご紹介いただけるものがあったりする？気になりますよね。そしたらですね、結構皆さんの人気の、はい、人気人気の拷問器具、こちらこちらになります。ん、これ僕この前のイベントで試しましたわ。あ、ね、あ、もう試されました？試しましたよ。僕と村田ラムさんがやられたんです。これはラムさんがもう結構なんか本当にいいなんかくちゃくちゃの顔されてましたけど、ね、なんですかこれ。見ただけではなんかね、皆さんも多分わからないと思いますよ。ここはこうネジになってます。はあ、はあ、締め付ける。はい、なんだと思います？え、指？あ、正解です。当てちゃった。またいや、でも素晴らしい。いや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 。これサムスクリューって言いまして。はい、サムスクリュー、まあ、親指つぶし。こう。おい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 。マジですか？あ、なるほど。両指、両方の指をどうぞ。どうぞ入れてみてください。ちょっと待って。優しくしますから大丈夫です。いや、親指結構使うんすよ、僕。いや、僕らも使います。大丈夫、大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。自分だけみたいな感じ。この状態から。嘘、この状態から。ちょっと待って、ちょっと待って、いや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 。まだ大丈夫ですよ。全然大丈夫、全然大丈夫、全然。あ、そうそう、意外と。あの、はい。本当に危なかったらダメだって言ってください。言います。え？急に来ますから。全然大丈夫。いや、ちょっと！全然大丈夫、全然。大丈夫ですか？まだ、まだ、まだ、えぇ、ー、えいやいやいや、わかあ、これ、わかんない、わかんない、わかんない。まだ大丈夫でしょ。まだいける。まだいける、まだいける。急に来るんでね。あぁあぁ、まだ全然わかんない。あ、やめなさい。わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。自分がわかんない。やめなさい、やめなさい。なんか、ちょっと締め付けてくる感じが今あった。最後のところまでは。そうですね。はい。これ、自分でやっていいですか？これ、どれぐらいか。これ、自分でちょうどできない。あ、ほんまや。一本ずつですか？一本ずつなら、ああ、ゆっくりいきますんで、はい。いいですね、やっぱりね。誰かをやるのは。あ、いきますね。はい。ちょっとずついきます。はいはい。あー、閉まってきた。あ、閉まってる？閉まってきた。どうでも、これ、ギューってこう、なんか、押されてる感じがするだけ。まだ？うん。まだいきますか？うん。あ、来たね。あ、来たね。急ですね。これ関節器具って、関節部分ですね。そうですね。急に来るんで、うん。ありがとうございました。これがサムスクリュー。サムスクリューっていうものです。これはどこの国で使われたものなんですか？これはヨーロッパで使われてたんですけど、こいつ自体はインドで。インド !19 世紀のインドで使われてたんです。実際に使われてたものなんですか？コンディションユーズド。
なんで使われてるやん。うわうわマジか。じゃ本当に昔の人が指入れて砕かれたんですね。多分そうですね。されてた。まあ砕かれるギリギリまで、まあ、締める場合もありますし、砕いちゃって直すっていう治療するっていう場合もあるんですけど、これの時はどうかわからなかったですもんね。ちょっと僕は自身はこれ最初買った時に、あのね、褐色の美少女がねこれできっと。いじめられてたのかなと思ってワクワクしなかったんですけど、何言ってんの、これ本気で気持ち悪いですよ、ね、これ結構隙間があるの分かります、はいはい、ああはいはい、ここに結構、あ、そうですね、結構小指なら入るんですよ、下で、あ、ほんまや、ほんまや、で体験会で割と女性の方々がこれ使いたいって言ってするんですけど、はい、たまにノーダメージの人がいるんですよ、下で、へー、ちっちゃくて指が、なるほど、細いですもんね女性の方ね、そうか、ということは、うん、これは多分あの屈強な RRR に出てくるようなあのヒゲのおじさんたちが やめろうわやられたのかなと思って、なるほど、なんだって思った感じ、ラッセルプロみたいなね美少女ではなく なんだおじさんが、はあ、まあでも大概まあその労働者とかですね、うん、そういった企んだ方々とかをまあ攻めるんでしたらまあそうなるだろうなと思うんですけど、うん、まあ、割と結構ねあの歴史が透けて見えると言いますか、実際やっぱ触ってみて、 あこうなんだって初めて分かるところもやっぱりあるのと、面白いです、面白いですね、そちらの方もね、でね、これ触って大丈夫ですか、はい、これなんですよ、うん、これどっちが正しいのか分かんない、これが正しいんですかね、そうですね、向きとしてはこっちですかね、うん、はい、これなんかダイソンの扇風機みたいですけど、なんか確かに開いてるね、ええ、開いたからね、形はね、そういう形はね感じするけども、はい、実物の拷問器具です、なんでしょう、なんですか、なんでしょうか、どう使うのこれ、なんだこれ、牙みたいになってます、ね、あ、ほんまや、ああ、そうですね、ここの部分が、え、うん、何を入れるんだ、うん、腕か、ああ、こうね、うん、でも、腕入れたところで関係ねえもんな、すごくこれ強いんですよ、ここの部分が、なんかを挟むんだ、挟みますね、挟むんですよね、結構えぐつ、もうえぐい、えぐい、でもそんなに挟めるほど開かないですよね、そうですね、あ、これなんでかなり相当本当にムキムキの人がやってたのかなと思うんですけど、あ、これは実は 17世紀の実物です、一番古い、僕の持ってるのが一番古い、これ どこ挟めてたんですか、女性の胸です、うわ、なんでブレストリッパーって名前がついてました、うわ、えぐー、で熱、これを結構熱して使うと、うわ、なんか記録もあるんですけどちょっと曖昧なんで分からないんですが、はい、割とやっぱ女性の胸はですね、はい、そういった拷問対象になってたんで、うん、魔女裁判とかですね、魔女裁判、あれもそうですし、あ、で結構これ古い、器具になります、で僕の持ってる中で一番貴重な、一番貴重で古いです、これちなみにおいくらぐらいしたんですか、まあまあします、ね、まあまあします、まあ、15円はします、ね、うわやっぱり17世紀の年季が入ってると、結構僕ねまとめて買ったんですよ、そうなんですか、単で今安くしてくれって結構言って値引きして値切れます、拷問器具値切るの、これ硬いですね、いや硬いですね、うん、これ相当だから強い力でやらないと、それをこう胸にこう挟んでだと、まあそう、うわーすごー、結構えげつないものです、これも実際に使われていたというもんですね、はい、すごいですね、すごいのがどんどん出てきますね、これね、でここ下に、うん、はい、こちらちょっとありますよね、あ、これどうかしますか、あ、そうですね、いいですか、ちょっとこちらも何ですか、よいしょ、これも実物の器具ですけれども、これはあのヘッドクラッシャー、うわその名前じゃないですか、うわうわうわ、頭蓋骨粉砕機っていう、ここに頭を、これの場合は横に入れるんですけど、はい、横に出てこのハンドルを締めていって、うわ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 、これを潰すっていうものなんですけど、はい、これも実物だというふうにですね、あのインド の、はい、あのバイヤーがちょっと、はいはい、あの購入したんですけれども、はい、ちょっと華奢なんですよ、割とストーリーが割としょぼいなっていうので、はいはいはい、うん、当然これ頭を使う、もう頭を入れるわけじゃないですか、うんうん、はい、なんで大きな机に固定されてるんですよ、これ、はい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 、固定の穴がないんですよ、ほんまや、あれ、これ本当に捕まされたんじゃないですか、これ、まあ、形としてはこれ、ね、はい、珍しいもんというかようやく手に入ったなと思ったんですが、はいはいはい、なんで実物クエスチョンがちょっと役立つ、なるほどなるほど、夢が砕かれちゃったわけですね、そうですね、あ、でも当然クラッシャーで、まあ、すいません、なるほど、すいません、クラッシャーでした、あ、すいません、仕事でございます、申し訳ない、今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いします、こちらこそしてくれよなるほど、普通にスルーします、申し訳ない、僕が悪かった、僕が変なこと言ったから、すいません、なるほど、個人的に盛り上がってて、すごいですね、これでも
はい、頭これやってみたんですか、長坂さん。あ、当然あの知り合いの芸人さんに互いにやって、はいはいはい、その芸人さんがニコニコしてたんで、はい、急にその人がちょっと悪い気持ちになったら僕終わるじゃないですか、はい、結構怖かったですね。あ、なんか頭やられると痛かったですね、ここなんで、この眉間じゃなくてこの横、こめかみ横ガッとくるんですよ、はいはいはい、で変、初めてあの味わう圧迫感。ああ、まあまあ、なかなかギュッてやられることはないですもんね。鉄なんで、鉄でグイッてやられるんで、ふんってやります。これも結構急に来るんで、ちょっと本当に危ない。やりたい。やりたい。やりたい。あ、これは AD 木村くんが今。いいですか。やりたそうな顔してる。やりたそうな。あげます。これ横ですよね、顔。そうですね、横向きで、どちら向きでも大丈夫です。おお。お、入った入った。ちょっとする。木村くん、そう。あ、そこそこ。いいポイントですね。いや、これでいいですか。よろしいですか。はい。行きます。あの、本当に、あの、ストップって言ってくださいね。我慢しないでよ。行きます。これ音がやばいですね。怖っ。あ、いいですね。あ、木村くん、まだいきますね。まだ大丈夫。これ触ってると分かるんですよね。はい、飽きたなっていうのが。木村くん大丈夫？まだ大丈夫。あ、またいきます？はい。まだ。あ、大丈夫。あ、これ以上いったらやばい。止めます。すいません。怖っ。急に来るでしょ。あ、リアクション取れないですね。なんかね、秘密言っちゃいそう。秘密言っちゃ。言っちゃいそう。聞いてる音だけ外で聞いてる分じゃなくて、やっぱこの振動と音がすごいんで、僕も怖いですね、これは。音がやっぱめちゃくちゃやばいです、ね。ヘッドクラッシャーの音。すごいな。見せていただいて。なかなか結構人気のもので。あ、これ人気なんですね。人気ですね。皆さんやっぱ体験したいって言って、僕知らないうちにお客さん同士やってたりする。危ない。ちゃんとなんで握手会を引き剥がすみたいな感じ。ダメって。それじゃダメって感じで。剥がしみたいなね。剥がしちゃってますんで。でもこういう拷問器具をこうね、うん、輸入したりするじゃないですか。はい、どういうルートというか、なんかね、やばいことありそうじゃないですか。なんか巻き取引をするに当たって。騙されたりとか。特に、物を輸入する場合はですね、まあ、トーチャーデバイス、トーチャーツール、拷問でトーチャー。それを書くと 100% 税関でアウト。ああ、なるほど。そうか。なので、ちょっといろいろ名前を、ちょっとうまく工夫して、輸入したりとか。例えばこのヘッドクラッシャーとかを輸入するときはどうされたんですか？無敵のワード。これ無敵のワード。すごいですね。確かに使いそう。なんか使われてみたら。これ、ないかなって感じで通るんですね。これ内緒の方がいいのかな。でも、実際これね、届いてから偽物やったパターンとかもありますよね、絶対ね。うんうん、これですね、一個、ひどいことがございまして。インドのバイヤー、これの、はい、ヘッドクラッシャーの、ヘッドクラッシャーバイヤーがですね、はい、バイヤーがですね、はい、16から17世紀スタイルの、ある拷問器具っていう風な感じで、レアなもんだ、激レアだっていう風にして、スーパーレアと書いてあるんですよ。はい、スーパーレアな父ちゃんいいなと思って見てたら、それマスクみたいな感じで、顔をこう覆うタイプの、はい、まあ、拷問器具というか、晒し用の器具なんですけど、はい、だったんですよ。で、割と安かったんで、よかったと、実物だと思って購入して、そしたらですね、ペラッペラの見たことないペラッペラの段ボールに、なんか、発泡スチロールが、なんかブロックがぶち込まれてる状態で、めちゃめちゃ雑に送られてきまして、オーストリアのやつもすごいガチガチで送ってくるんですけど、こんなんいいのかなと思って、その発泡スチロール触った瞬間に消滅するんですよ、発泡スチロール。サラサラって消えていくんですよ。えってなりました。皆さん見たことないですよね、消える発泡スチロール。見たことない。何それ。わっと。ないですよ。もう外で開けて、それ。で、ボソッとその仮面を出して、やった、まあね、なんとか、もう綺麗にして、家に持って帰ってきて、後ろを向けたんですけど、そうしたらこの、ちょっとね、こういう穴みたいなところがあるんですよ。はいはい、穴があって、ここにこう入れるところ、はいはい、こう入れる金属のものを入れるところがあるんですけど、その穴の部分が、どう見ても、ディスクサンダーっていうもので、こう切ったような、いの字、漢字のいの、はいはいはい、の跡があって、17世紀とかに、16、17世紀って聞いてますよね。ディスクサンダーって、100ボルトの電源とかないよなって思って。冷静に考えちゃいますよね。と思って、はい、よくよく読んでみたら、16から17世紀スタイルのレアな。スタイルのやに使ってたわけではないと。となりまして。かなり、罵詈雑言を英語で、したたんですけど、
ざっとデリート消しまして、ええ、サンキューだけしておく。まあ、今後のね、今後の付き合いもありますからね。シャリーブ見てるか、絶対許さないからね。見てるか、何かやったらごもされるからね。絶対許さない。これで、いや、向こうも持ってるわ。やってるから向こうのがいっぱい持ってるわ。どうかなって集めてるから。集めてるかもしれない。負けるかなって。いやー、ちょっと分かんないですけど。いや、すごいね。いろんなエピソードあるんですけど、今日ね、大物というかすごいね、はいはい、大きいものもちょっと持ってきていただいてて、ちょっと最後それを紹介していただきつつですね、はい、エンディングに行こうかなと思う。なるほど、なんでしょう、大きいものと。ルガ坂さん、ちょっと、はい、ちょっとよろしいですか。はい、上に置いちゃったらいいんですか。はい、ありがとうございます。こちらですね、はい、今自分が持ってる中で一番大きなものに、あ、2番目に大きなものです。2番目に大きいもの、すみません。これは何ですか。スノコみたいですけど、はい、これ我らがジャパンですね、日本の拷問器具。日本の拷問器具。皆さん石崎ってご存じないですか。あ、あの罪人が正座させられて石乗っけられるやつじゃないですか。はいはい、そうです、はい。あれに使われていたもののレプリカ。あ、レプリカだけど、これが実際。そうです。本当に、ほぼほぼ原寸で、形もほぼ同じもの。これ痛い。わ、この上に正座は痛いよ。ソロバン板と呼ばれてるものです。はい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 。この上にですね、まあ、正座させられて、はい、石を乗せられるんですけど、はい、その石が12巻ぐらい。12巻という重さは45キロです。わあ !1 枚。ええー、それが4枚5枚積み重ねて。うわ、あれ、思ってるよりもやばいんですね。味わったことあるみたいな感じの言い方ですけど、ね。僕ね、40キロは。ちょっとだけ体験しました。はいはい、どうでした？覚えてないです。あ、もう痛すぎて。ええってなって、限界だ。僕ダメなんですよ、これ。あ、そうなんですね。これ、でも面白いんですけど、はい、年齢、性別、はい、体重、はい、関係なく、はい、大丈夫な人は大丈夫なんですよ。そうか、なんか分かる気がする。でもこの大丈夫な人いてるもん。ダメな人はダメですね、もう本当に。僕はダメな人だったんですよ。なるほど。ちょっとじゃあ、うん、七不思議試しますか。あ、いや、どっちか大丈夫かもしれないからね。そうですね。もしかしたらだからちょっと2人でちょっと試して、ちょっと試しましょうか。ぜひぜひ。一応いつも裸足なんですけど、全然このまま乗っていただいて結構です。これはこの上で正座していただければ。じゃあ僕からいいですか。はい、お願いします。どうぞ。これでもういいですか。どう。あはっ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 はどうぞどうぞ。絶対無理やで。いや、意外とね、耐えるんですよ。耐えてきたね。ズボンが薄いですね。うわぁ僕そのために分厚いの履いてる。あぁ、じゃあ万が一のために。おぉ。えっ、あっ、すごい、今響きましたね。えぇ、あぁ、どうどう、すごい。動物の鳴き声だよ。痛いよね。痛い。これ痛いですね。ありがとうございます。こんなことされるんですね。これしかもあれですね。その、はい、何回もやるんですよ。拷問した後に治療して、はいはい、私もう一回やるぞってなった時に、ヒーってなって自白するとかっていう。あ、言うよ全部。これはしんどいわ。これだって素足でやるんですよね。そうですね。で、しかも、これ、後ろ縛られて。後ろで、ね。この、後ろに柱があるんですよ。ああ、だから、板にで、人間ってこう、前かがみになるんですけど、はい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 、それができないんですよ。これは、すごい器具があるんですね。ただですね、これ、不思議なんですけど、全く聞かない人がいて、はい、僕のその、名古屋で、イベント、はい、そのイベント体験イベントやった時に、はい、なんともない、なんともないって言いまして、50キロぐらいの、本当に1枚分ぐらいですね、はい、置いたんですけど、なんともなかった。でも、大丈夫でしたってやった後に、このすねに1センチぐらいのくぼみができてるんですよ。うわ、だから、それでも大丈夫。痛みがね、ちょっと痛覚がおかしいんですかね。聞いたら、サッカーやってたんです。ずっと。あ、こうだ。強いんだ。多分そう、鍛えてあるから。空手家とかも大丈夫だよ。そうだ。で、昔の方結構歩いてるんで、割とやっぱ頑丈だった人もいるかもしれない。健脚だと耐えられるかもしれない。かもしれない。キッ
かけみたいなところから伺ってもいいですか？あ、全然。そういう業界に行こうっていう、はい、話ですね。はい、きっかけは、あ、まあ、スカウトではあるんですよ。はいはいはい、なんか当時お付き合いしてた方がいて、はい、で一緒に住んでたんですよね、はい、で、まあ、いざ別れるってなった時に、はい、まあ、彼の方が結構家賃とかいろいろ払ってくださってたんで、はい、あの彼と別れたら、はい、ちょっと仕事変えないとちょっとまずいかなって、はい、収入的にも、はい、って思いながら、はい、街をぶらぶら歩いてたら、はい、こう、そうですね、スカウトで、まあ、いいきっかけなのかなと思って、それがちょっときっかけで、なんかそのスカウトされたみたいなのってやっぱ芸能界とかでもそうなんですけど、まあ、あくまで話は聞いたことあるんですが、どういったような方が声かけてくるのかって興味ないですか？何ですかね。あの街歩いてても、ね、キャバクラとか、はい、水商売のキャッチみたいなのはよくね、うん、見たことあるんですけど、実際にどういう形で声かけてきて、どういう風な流れで？あー、当時はですね、はい、まあ、うちの、はい、あの事務所って、はい、東京と北海道にあるんですよ、はい、で合同でやっていて、そうなんです、はい、東京にも事務所があって、北海道の事務所があって、はい、で北海道の事務所の社長がいらっしゃるんですよね、はいはいはい、まあ、メインは東京の社長のもとでやらせてもらってるんですけど、はい、はい、でも北海道にも社長がいて、はい、その社長がスカウトマンとしてもやっていて、はい、あ、なるほど、社長直々に、ね、そうです、そうです、はい、スーツ姿でビシッと決めて、でブラブラこうなんかちょっと落ち込んでたんで、はい、どうしようかなみたいなことで、そうです、う、歩いてたら、はい、すごいです、こう来たんですね、そうそうそう、手を遮る、なんか私の行く先を遮るって感じ、すいません、すごい低い感じで来て、はい、で私あのスカウトとかされたことなかったんで、はい、そうなんですね、キャバクラとかもなかったんで、はいはいはい、なんだろうと思って話聞いちゃったんですよ、はい、で、あの僕こういうものでしてみたいな名刺も渡されて、はい、でまあ、こういう高校活動していて、こういう人を探しているんです、うん、はいはいはい、そう、まあ、セクシー女優さんたくさんいて、はい、まあ、グラビアも扱っている、うん、あ、グラビアの人もいるんだと思って、うん、まあ、その時あのセクシー女優とか、うん、ちょっとハードルが高かったんで、うん、あ、グラビアだったらワンちゃんいけるかなと思って、うん、お話を聞くきっかけっていうか、そんな感じで、うん、はい、きっかけはそんな感じです。あ、そうなんですね、はい、ものすごいドキドキしたんじゃないですか、最初の例えばなんか撮影みたいな時とか、うん、もうすごい緊張しました。そうですよね、その時震えるべきですよ、はい、僕たちも前そうですよ、僕らなんかね、確かにあんまり震えてなかった。今がすごい緊張した。本当ですか？いやいやいや、緊張したりとかいろいろね、なんか初めての現場とかで見慣れない人がたくさんいてとか、そういう状況じゃないですか、はい、はい、もうもちろん専属に入れたんですよ、はい、はいはい、あの企画担、まあ、か、聞いたことあります、聞いたことあります、はい、はい、企画単体ものですね、あ、そうです、はいはいはい、そうです、そのもうそれと、はい、あと単体で入れる場合があるんですね、単体で入る、はい、そう、二択みたいな感じであって、はいはい、最初はもう単体で入れたんですよ、はい、これはもう言ってみたら名誉というかすごい、あ、そうですね、はい、あれですよね、お金ももちろん違うんですよね、全然ギャラももちろん、はい、違って撮影する回数も少ないのにたくさんいただけるみたいな、一番いいじゃないですか、絶対そっちがねいいですよね、どちらかというと、はい、はい、そんな感じで、はい、最初なった時に、はい、やっぱスタッフさんめちゃめちゃ多いんですよ、どれぐらいいるんですか？私がそうですね、専属と入って選択として入ったところは、はい、結構その業界の中でもトップっていう か、はい、なんかそんな感じのところで10人ぐらいは全然いましたね。それはもう男性女性問わず、そうですね、あ、基本男性のスタッフさんが多くて、カメラマンさんもいたり、ね、マイクの人もいたり、はいはい、うん、監督もいたり、その他大勢のスタッフさんいたり、うん、メイクさんもいたり、男優さんもいたりとかで、はい、こうわーって言って、そんな中で普通営みするときって暗いじゃないですか、お部屋とか、はい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 、じゃないですか、はい、もちろん
もう明るいんですよ。照明がバーってたかれて。僕は明るい方が好きです。そうなんだ。知るか、お前の好み。20年以上付き合ってて、そうなんだって初めて思った、俺も。ね、明るい方が好きなんだ、へーって思ったのは。ちょっと嫌です。嫌ですよね。僕はもう暗い方がね。無理です。無理です。無理です。もうカッツ無理です。はい、無理ですね。電気消して。そうですよね。まあ、そういうタイプ。はいはいはい、もうすごいライト当たりながら、はい、緊張しました本当に。夢中でってことですよね。うん、もうどういう状況か本当にもうイメージでしかないんですけど、はい、営んでるじゃないですか。もちろんそのカメラマーク的にもういろいろなところが撮られてるっていうのは分かるんですけど、例えばどの距離感でマイクさんがいるとか、ね、この周りどうなってんのか興味ないですか。全然分かんないからね。分かんないでしょ。俺見てる側はもう本当に、見てる側としてはもう本当にね、あのこの女性メインでちょっとたまにその男優さんが映るみたいなカメラワークじゃないですか。どういう感じなんですか撮影。まあでも本当に目をそらしてあそこにカメラが来て至るところに、そっか至るところ、はい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 、でもカメラマンさん基本一人なんですよ。ああ、そうなんですね。基本は一人で、はい、やってて、でもうこっちもあの必死なんですけど、はい、ちょっとこう目を開けて感じてる瞬間あるじゃないですか、はいはい、そうですよ、見せないといけないですよね、うん、絵的に。そうです、その瞬間カメラマンと目が合う。あ、気まずい。あーなるほどね、気まずいっすね。気まずい、確かに。あって思って、あとか、ね、プロでありながらでもちょっとそういうね瞬間みたいな、今でもなんかやっぱカメラマンさんと目が合っちゃうこと、はい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 、ドキッとしますね。あ、そうなんだ。やっぱあの撮影の内容ってやっぱりその男女の営みじゃないですか、はい、言えばね、はい、でもその時のこの撮影中のキャラ設定とかももちろんあると思うんですよ。だから、はい、あくまで演じている形じゃないですか、うんうんうん、はい、そういう状況でのその営みってどういう状態なんですか。まあ、キャラにもよりますけど、はい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 、結構私演技が大好きで、ほう、もともと演技興味あったんですか。あ、そうです、そうです。なので、はい、設定されたら、はい、入り込めるんで、あ、すごいですね。そうかそうか、入り込んじゃえば世界観できちゃうんです。そういうキャラクターだって言って自分の中に落とし込んで演技ができる。そうです、そうです。俺自信ないわ。いやもうそのちょっと恥ずかしくなってくるんですよ、うん、その例えば男性教師役でみたいな、うんうん、はい、そういうことやってくださいって言って、すげえ棒読みになる自信がある。あ、なるほどね、まあ、それ できる、え、できる、もちろんですよ、ね、で何でもできますから、死んだ万象できる、俺はもう。そうでしょ、できます、できます。マジで本当に。ちょ男性教師役でちょっとあの口説いてみてくださいよ。近寄ってダメですよ、近寄ってダメ、近寄ってダメ、近寄ってダメ、この距離で、はい、この距離で何で近寄ると近寄ることしない。先生、この問題わかんないんだけど。先生もわかんないんだ。早いのよ。早いのよ。わかんない。これどう、なんで返すんだろう、これ。わかった。わかったわかった。大体の会社、よくある、よくあるやつでしょ。いや、そうよ。なんでお前、こんなものもできないのか、みたいな。ダメじゃないか、ここは。こうやってやるんだぞみたいな。口が引きつってましたね。いや本当露骨にね、緊張が顔に出る、ね、すいません、本当恥ずかしい、恥ずかしくなってしまうんですけどね。でもすごいそういう感じで今ね、どっちかというと俺をリードしてくれた。そうですよ、だからすんなりとその役からに入れる人なんだっていうのはすごい分かりましたね。すごいですね、ありがとうございます、はい、でね、実際このシャレ裏こういろいろな話をですねこう紐解いていこうかなと思ってるんですけども、はい、まあ、なんかこう裏の話って言ってもやっぱ言える話、言えない話多分多々あると思うんですけど、言える範囲でいいんで、なんか、はい、ちょっと裏の話みたいなのなんかあったりしますか。あ、そうですね、うん、はい、私が、はい、まあ、たくさんやっぱりやらせていただく、はいはい、もうやったことのない役がないぐらい、はい、本当に変わってたなっていう役ってありますか。あ、聞きた。変わってたなって役は40歳ぐらいになっちゃったとか。おー、あー、なるほど。実年齢よりももっともっと、もっともっと、はい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 、なるほどね。なんで今やらせていただいてる範囲は、はい、まあ、あの学生から学生から、はい、学生から、はい、まあ、塾女の手前ぐらいぐらいかなっていう、そのぐらいの幅の感じでやせてもらってまして、はい、結構幅広いですね、そういう意味では。あ、そうなんですよ、うんうんうん、もうありがたいことに。その設定の職業もいろいろな。あ、そうです、もう年齢もコロコロ変わっちゃうんで、はい、それに応じて喋り口調も変えたり。幽霊役とかってあるんですか。
幽霊、ああそれはなかったな、ないけどゾンビみたいな。ゾンビあるんすか？ゾンビもあるよ。いやいや、これも変わってますよだいぶ。ゾンビいいですね。ゾンビ塾長とかですか？ゾンビいいですね。あと石になったりとか。石？そうです、石化するってことですか？あ、そうですそうです。ほんほんほん。石になってもう全身石のなんか特殊メイクするんですけど、石になって、はい、そうですね、片方は、うん、普通の人間で片方石になっちゃうバージョンとか、はい、あと全部石になっちゃうとか、はい、石になるんですか？力の薄かったメデューサみたいな感じですよね。なんか睨み半分石になっちゃったみたいな。あ、そうそう、脳が効かなかったね。ね、そう、それで、はい、結構動くわけにもいかないんで、こっちだけ石ですもんね。やめてみたいな感じで。あ、な、生身の方がやめてって言って、て石の方はもう全く無で、そうそう、もうこんな感じやめてよ。誰が考えんねそれ。面白いな。なんすかその設定。すごいね。でも考える人も面白いですよね。結構売れたんですよ。そうなんですか。で、中でも一番私がすごい売れて、はい、でもうやりたくないな、でも やんなきゃなっていうジャンルが一個ありまして、はいはい、のどぼこってしてますか？はいはいはい、もう字面からあれですね、多分もうめちゃくちゃね、奥までね、はい、のどなんで。わかりますか、のどぼこ。おごぼごの意思かなと思って。いや、ユーマってわかんない。なんでユーマが出てる？おごぼごって言うんですよ。それはいやらしい生き物じゃないんですよ。のどぼこってね、わかりますよ、こう奥までね、奥までこう、はいはいはい、なんかこうすることね。そうです。まあ、いらっしゃるんですよ。はいはいはい、はい、最上級。最上級。苦しい。もう苦しいってもんじゃないです。窒息に近い。窒息。っていうのも普通のイラって、はい、喉仏あるじゃないですか。はい、まあ、そこら辺で止まるんですよ。はい、大体は、はい、まあ、ちょっと行くかなぐらい。はいはい、それをはるかに超えてここまで。っていうのがやっぱ長い人用意されるんですよ。はあ、はい、なるほど。そう、8人、まあ、多くて8人。10人近かったかな、なんか太夫さんを用意されて、はい、基本そういう撮影って朝からてっぺん越えまでずーっとボコ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 撮影です。ボコボコ撮影。いやいや、まあ大変ですよね、はい、ずっとやってるときつくって、はい、もうやっぱそののどぼこのそういうシリーズって大人気で、はい、大人気で、やっぱそういうのが好きな男性が多いってことですもんね、それだけ。そうなんです、はい、しかも、そのシリーズの中、まあ、はい、見てる人いるじゃん、はいはい、ユーザーの中でも、はい、いろんなフェチが含まれてるんですよ。はあ、例えば、うん、ここまで入って、はい、わって出すと、はい、一緒に、はいはいはい、デボンが出てきて、はいはい、そうそう、もう、はい、そう、まあそのために取るようなもんなんで、はい、いっぱい物を食べさせられるんです。うわー、そうなんですか。食べさせられて、はい、無理やり出すみたいな感じの、はい、で出るじゃないですか、はいはい、出た瞬間で抜く人もいるんです。はあ、なるほど。そうで、あとこうやってもう苦しいじゃないですか、はいはい、苦しいんでそのバタバタしてるところで抜く人もいるし、はい、でこうやってバーって抜いたその顔で抜く人もいます、はい、いろんなフェチが含まれてて、はいはい、全対応しないといけなくて、全てのリアクションというか。そうです、そうです、ね、リアクションっていうか、もうリアクションする暇もないぐらい結構一生懸命なんですけど、はい、で中でも一番きついのが寝そべってるじゃないですか、はい、寝そべって、仰向けに寝そべって、はい、もう結構もう体も押さえてつけられてる、はいはいはい、でその中で一人の、はい、まあ、長い人がやってきて、はい、やってきて、うん、刺してるんですね、はいはい、わーってわーって、で、ここがボコ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 動くそこを見て興奮する人がやっぱ一番多いんですよ。あー、そこが一番メジャーというか多いんですね。そうなんです、そう、そこをカメラマンが狙ってんで、うわーって撮るんですけど、やっぱできない人はそこでもう、ここをボコボコする前に苦しくて外しちゃって、できない人が結構多いんですけど、はいはい、できちゃったんですよ。みおさん、できたんですか？できちゃった、はい、たまたまですか？その時たま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 できちゃってでしたね。ああで、ボコボコしてる時に、はい、私の喉ってなんか監督が言うには、はい、アメリカ人と同じ喉してるっていう、よくわかんない。よくわかんないですね。よくわかんないですねっていうのも、はい、薄いらしいんですよ、喉の皮膚が。はあ、なるほど。日本人は分厚いんですか？
や、わかんないんですけど、はい、入れた時に、うん、あのもうくっきり、うん、の部分はっきり見えるぐらい、すごいわかりやすいらしくて、監督がおおすごいって言いながらこうやって感動してる、感動してる監督が、アメリカ人と一緒だと、はい、そうで、もう私もトレここがメインだってわかってるから、うんうんうん、なるほど、あのこう溶かすわけにもいかないし、はい、もう苦しいって思わないでしょ、うん、おそしたらできたんです、へえ、苦しいと思わないようにしよう、なんならこのまま死のうみたいな、うん、もう思考回路停止停止にしないと、もう極限ですよ、もうそんなの、いやそうですよね、息もできないしね、苦しくて、とりあえず、もう苦しいって思っちゃったらもう暴れちゃうんで、はいはいはい、暴れないように頑張って、ここだけもう今カメラ来てるからと思って思考回路停止して、うん、でそれがなんか結構長く撮れたみたいで、でまあ私ももう死のうと思ってるんで、はい、もうあのバタバタしないんですよ、うん、はい、だけどダイヤさんたちはこれ以上やったら危険だって分かってるから、はいはいはい、プロですもんね、ダイヤさんもね、そうなんですよ、うん、みんなもうプロなんで、うん、だから自ら抜いてくれるって、うん、で私はそこでバーって意識戻す感じのとこ、もう極限ですね、うんうん、そこまで行っててもアンチってやっぱいるんですけど、もっとやればよかったのにとか、はい、ね、なるほど、どうも嫌がなんちゃうもんな、ね、もう気にしないことにしないいや、そうですよね、すごい頑張ったのに全然なんか大したことなかったとか、うるせえな、ね、どこでも言うんですよ、そういうやつはね、うん、たりとか、いや、こうね、なんかこう作品をこうね、まあ、皆さんこう見るだけじゃないですか、こうどういう状況でとか、うん、こういう裏の話ってね、聞く機会ないんで、そうですよね、本当にもう、だけど売れちゃうんです、それだけね、あ、できちゃうから、うん、それだけ興味ある方がいらっしゃるんでしょうね、やっぱりね、どういうフェチですか、吉田も、あ、聞きたい、いや、もう僕はもう、はい、何もしてない、逆に何それ、何もしてない、何もしてないみたいな、思想でしないみたいのはあ、ギリギリ、スレスレ、そうそう、なんか逆にエロいかなと思って、あ、人気的な、なんかあの、うん、それすら、なんかあれ行きそうでいかないなみたいなのがあったら、ちょっと見てみたいなとちょっと思います、なんか例えば男優さんがいて、うん、まあ、いらっしゃって、うん、なんかその、なんかちょっといい感じになるんだけど、うん、なんかその都度なんかちょっと、なんかしなくなるみたいな、うんうん、売れるか、それ売れるか、ずっと、ずっといつ始まるんだろうと思いながら、ね、プライベートでやる、腹立つな、いや、じゃあ、じゃないよ、どんなん、いや、僕はもうあのプライベートが、あの、侍みたいな、するんで、あ、言ってました、はい、いや、分かってるんか、はいはいはい、もう言葉を発さないっていう、見つけるに集中する、そうですね、ぶつけに行くんで、うん、だからもうフェチとかも関係ないですね、うんうんうん、はい、もうまっすぐ行きますね、まっすぐ、はい、でもいろんな人のなんか趣味嗜好みたいな、あ、ありますよ、全部対応しなきゃいけないみたいなことですから、大変だ、大変ですよね、うん、だからフェチ系の仕事って結構あるんですけど、はい、例えばお尻をずっと揉まれ続けるみたいな、よくわかんないとか、どれぐらいの時間ずっと触られるんですか、まあ、その時5分くらいなんだけど、まあちょっと顔によって感じてる顔を取り、またお尻に戻る、お尻に戻る、でまた揉まれる、お尻がメインみたいな、よくわかんない、よくわかる、自分もよくわかんない、監督もわかってない、わかってないか、ユーザーのために、ユーザーのためにね、あ、そうですね、ニーズがあるから、いろんなそのユーザーの星とかも口コミで集めたその資料をもとにやってらっしゃる監督、はいはいはい、うん、そうか、そう、結構いて、はい、監督自身も何が正確か分かってないんだ、そういうことなんですね、みんなが求めてる意見がこんだけ上がってきてると、そうです、そうです、じゃあやりましょうみたいな、とりあえずみたいな、そうです、あ、だからあのたまにね、そのこういう業界で、あ、こんなことすんのみたいなのとか、たまに男性だと思うことあると思うんですよ、でもそれはそういう意見をユーザーが出してくるから、うん、それに監督が応えてるっていう形なんですね、結構多いですね、やっぱり医師もですか、いや、俺も今そういうこと、あの医師になっちゃう、半分医師になっちゃう、医師は、まあ、監督がやりたかった、いや、そうなんかい特殊だな、それ面白いわ、ね、まあ、でもあと、もうそんなに喉ぼこよりかきつくないんだけど、はいはい、やりたくないなっていうやつももう一個あって、はい、あの全身銀粉ってわかります、はい、絵の具とかそんな、はい、なんか塗られる、塗られて金色になっちゃう感じですか、はい、それもあの絵の具バージョンだっ
ったり、はい、金粉バージョン、その金粉バージョンが一番大変で、金粉に全身が彩られる、呼吸できます？あ、全然呼吸は、皮膚呼吸みたいなのは全然大丈夫なんですけど、はい、ただウエってなっちゃうんですよ、金粉で。なんか色がその金色の絵の具だったり、うん、まあ、銀色でも、はい、黄土色、はい、なんか銅みたいな感じのキラキラした色プラス、はい、サラダ油なんですよ。あのツヤを出すためとか、あの滑らかさを出すためにサラダ油が、はい、サラダ油なんですか？そうなんですか、それは知らなかった。多分皆さんも知らなかったでしょ、それは。そうなんですよ、だからそれをもう塗ったくったり、水からパシャーってかかる、その映像で興奮する人もいるので、それやるんですけど、どう頑張ってもやっぱ口閉じてても入ってくるんですよね、はい、でそんな中で辛みもするので、はい、これ男優さんがやっぱり金粉だらけだから、そこついたものこうやって入ってくるんですよ。サラダ油が入ってくるのが胸焼けすごくて、胸焼けすごいし、あと1週間経ってもまだ出てくるんですよ、なんかどっかからその金色が。ちょっとおもろいですね、面白い。ただそんなものは出てくる。電車乗っててつり革掴んでて、そうそうそう、あれ？多分染み込んでるんでしょうね。座ってる人と聖者だ。金粉になってる聖者がいるぞ。サイババみたいなやつがいるぞ。そう、この間じゃないけど、それやったその1週間後もう出てこないだろうと思ったら、はい、耳の中から出てくる。金粉が、おぼっちゃまくんと一緒ですどんどん出てくるんだけど、隠しのね、はい、残りがどんどん出てきちゃう。おめでたいなみたいな、なんかわめでてえな今日みたいな、めっちゃ面白いじゃないですか。それはすごいですね。吐き気がやばくて、もう全然落ちないし、髪の毛にも染み込んじゃうんで、はい、もう髪染めたとしても、うん、なんかわかんないけど金色が混ざってる、そうですよ、どうしてもね。大変だ。もうやりたくない。やりたくない。そのジャンルのねものっていうのはね、なんかこう事件めいた話ってありますか？言える範囲でいいんですけど、こんなトラブルあったとか、こんな事件あるよみたいな。事件事件系はあんまないんですけど、ただ、はい、ちょっとまあ。心霊に入るのか分かんないですけど、グレーな部分なんですけど、はいはい、私基本的に NG な男優さんも女優さんいないんですよ、うんうんうん、なるほど。そんな中やらせてもらってまして、うんうん、1回だけちょっと NG にしちゃった男優さんいたんですよ、でその時、私が、まあ、専属終わって、うんうんうん、で間もない頃だったんで、はい、いろんなメーカーさんに出させてもらってる時だったんで、プレステージさんってわかりますか？プレステージ、はいはい、あ、わかります、はい、配信系が、うん、あれなんですけど、うん、そこで一人だけなんか馬が合わないだったらわかるじゃないですか、うん、そういう人っているじゃないですか。いますね、はい、人間なんでね、はい、いますよ。ただその、まあ、お相手の大悠さんはゾワッてしたんですよ。なんか嫌だと思って、なんか絡もうとするその、はい、ま、あのナンパものだったんですね、うんうんうん、ナンパされて、うん、ホテルについてってやられちゃったみたいなストーリーなんですけど、はい、よくあるような、うん、でまあそんな内容たくさん撮ってて、うんうんうん、でその中一番やっぱツワッとした大悠さんがいて、うん、なんか絡んでてもすごい嫌なんですよ、気持ち悪いと思いながら。気持ち悪いんですか？なんかこう触れられたくないみたいな。もう触れられたくないみたいな。レープものじゃないのになんかレープっぽくなっちゃった。嫌だから。そう、もう顔もなんかこうなっちゃって、うんうん、私も、はいはいはい、普段顔に出さないんですけど、うん、すごい嫌で、ゾワゾワずっとしてて、はい、で、まあ別に嫌なことされたわけないんですよ、うんうん、全く、うん、もう普通に終わったんですよ、うん、無事に、はい、終わって、あ、もうなんかダメだ、この人とイチャイチャ系は絶対できないと思って、ちょっと NG にしようと思って、はいはいはい、そのメーカーさんにはこの大悠さん NG にしてくださいって言ってた時期だったんですよね、はい、うん、なるほど。後日、うん、その大悠さん逮捕されたんですよ。へぇ、なんかあったんでしょうね、うん、全然わかんないんですけど、もう今釈放されて、はい、まあ、大悠はもうやってないらしいんですけど、はい、あ、そうなんですね。何かあったんでしょうね、美穂さんにこうついてる何かね、
汚れ的なものが反応したのか、うん、潜在的なものかわからないけど、うん、嫌だったんですよね。お仕事すごい嫌でした。なんか本当にキスするのにも、うん、みたいなしなきゃいけない。そんなもう本当にもう本当になんかね、顔がすごい気持ち悪いとかじゃないですもんね、全然ね。むしろイケメンさん、イケメンで、もう若くてっていう、結構女性軍に人気だったって言われてる。そうなんですね。人気だったのか、でも人気と聞いてますけど。なるほどね。